はい、12月13日土曜日からもう明けまして14日日曜日、0時50分です。生放送直後の赤坂 TBS ラジオ、本日は第7スタジオから、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル放課後ポッドキャスト久々にお送りしたいと思います。今回は毎年恒例タマフルクルーの、映画ベスト5を発表していただくという企画でございます。ということでまずこのスタジオにね、まあ入れ替わり立ち替わりまたね、こういう感じですけど、あ、もう早速なんか言ってから、無言であげないでください、やめてください。アドバイザーの瀬野陳さんです、はい、よろしくお願いします。瀬野さんです、はい、そして向井の構成作家宇賀光さんです、構成作家です、はい、そして、ベスト5発表させていただきました、放送作家高橋洋次さん、よろしくお願いします。しばらく参加します、はい、お付き合いで、あ、じゃあもういいんですか、洋次さんも飲んじゃって、はい、大丈夫です。じゃあお疲れ様でした。スペシャルでした。中村さんもお疲れ様でございました。いや待って待って、俺はもう発表とか終わって仕事もう終わってるから飲むっていう大義名もありますけど、皆さんはだってこれから発表していただくわけですから、これ飲まないと発表できないっていうことですね。そんなことですか。そんな、こんな思い切った格付けなんて、そんな、ね、大それたことはね、やっぱり、ね、そう、あ、そういうね、酒の力を借りなきゃいけない、心の痛みがありますよね。そういうことですよね。そういうね、全部の映画が本当は1位です。ただなるほど、3分の1なんかもやっぱりね、頑張って作ってらっしゃるんですよね。オンリーワンです。オンリーワンです。オンリーワン、それはそうです。はい、ありがとうございます。といったあたりで、あ、ちなみにですね、ヨジさん、はい、あの先ほどニュース加藤茂明さんがですねベストに挙げたフォルマ、これ聞いててびっくりしました。1位フォルマ、うん、これは僕がギリギリで天から落とした映画だったんです。ああ、そうなんですか。ということはまあご覧になって評価もして、こんなユニークな手法の映画がなくて、どうしよう、つまりね、ワンシーンワンカットの長回しなんです、基本、はい、でカメラほとんど動かないんです、はい、で音楽ありません。要するに映像素材なんですよ。でこれは監督の意図でありまして、映像というものは、作者の意図による編集とか、うん、どういう音楽をつけるかということで、うん、意味がいくらでも変えられる、そういうことをしないで映画を私は作りたいっていう意図で、でそこに合うのはどんなストーリーがいいのかなって考えて、OL2 人のちょっとダークなあの心理劇っていう風にしたんですって。でこれ分かりやすく言うと、例えばここから僕が考えたことなんですけども、今年の野々村元議員の号泣会見ありますよね。僕局であれの素材見たんですよ、全くノン編集のね。そしたらね、笑うところは怖くて怖くてしょうがなかった。怖くて怖くてしょうがなかったの。二度言いましたけども。なんでだから、そのくらい、後々にいろんな番組で使われている、あの、号泣ポイントの、連打とかね、そういう編集っていうのは、笑うように笑うようになるんだな。だから、編集の仕方によって本当に印象って変わるもんだな。ちなみに、怖くてっていうのはどういう方向の怖さだったんですか。あの人の心の闇がダイレクトに、ああ、そういうことか。あの、容赦なく吹き出ていて、うん。やっぱり、まあ普通じゃないなってのはもちろん伝わってくるけども、それがもうもろに。もろに。無編集状態で。そうなんですね。来てしまうと。それで言ったら、あの、サムラゴーチさんの、はいはい、謝罪会見があったじゃないですか、ええ。あれも僕結構生に近い状態でずっと見てたんですけど、あれ、むしろね、逆で、もっと会場、ちょっとファニーな空気なんですよ。なるほど、うん。周りがみんなちょっともう呆れてるし、ちょっと笑えるしで、もう結構クスクス笑いが最後の方は起こってるぐらいな空気だったんですけど、やっぱそういうトーンではやっぱ報じられてないので、それちょっと今お話を伺ってて、同じこと思います。まあ、先週のトリックっていうのはね、しばしばあるけど。報道の現場ではよく編集の問題っていうことはよく取り沙汰されますけども、それを劇映画の中に、その、メソッドといいますか、さあ、この素材で皆さん、感じてくださいっていうのをこう提示したのは新しいなとは思いましたね。そもそもね、だって劇映画だったら、まあその要するに操作するのは当たり前でしょって、ね、だからこれは知り合いの映画監督とかにこんなアナーキーな手法の映画があって面白かったんだよって言って、そんな映画じゃないよなんて言ったりしますね、劇映画の監督の人は、俺たちの仕事何なのみたいな、まあ、それこそね、ノーラン的な、だってね、やっぱりそのもう一つの世界を作り上げるのが自分の仕事だみたいなのね、そうです、言ってたりするわけだから、はい、それをあえてこう禁じてやるという、何分ぐらいの映画なんですか。141分ってさっき出てませんでした、なんか予告で。あ、結構長い、2時間は超えるような映画な、うんうん、しっかり長い映画、141分のなんとかみたいなコピーが見えたの、結構長いなと思って見てますね。なんか実験的な話だから、短い映画かと思ったら、141分のアンチテーゼかな。あ、そうか、うん、なんかそんなコピーが出てましたけど、田丸さんの感想も楽しみですね。ああ、いや TBS のこれでも混んじゃいますよ、これ洋次さん、こうね、1月6日から、はいはい、アプリ洋次さんがじゃなくて加藤さんが、まあまあそうです。
いやでも今説明いくとさらにね、やっぱりね。ああ、そうですか。問題作なんですよ。なるほど。145だ。5だ。ああ、そうですか。まあ、福層の福ちゃんね、含めてちょっと。はい、うん、藤田洋介監督作品。うん、相当あのこれからちょっとみんな見に行きたいと思う方多いんじゃないかと思います。さあそんな感じで、はい、行きましょうかね、発表ね、ランキングね、はい、タマフルクルーの、はいはい、これはまあ、タマフルだから基本的に48作の中からということですかね。そうです、はい、あの、うん、ガチャで当たったやつ、はい、まあ、どうしてもというね、どうしてもというのがあればですよ、俺はこれだみたいなのがあればね、それはもうやぶさかじゃん、ああ、はいはい、ということです。さあ結構いいのは当たってるよね今年ね。まあそうですね。ゆえに上の上位が割とそのリスナーランキングと実は僕の上位ってそんなに違わないんですよ。あ、うん、放送中に言うの忘れた。辞典としてグランドブダペストホテルで、うん、で、本来これ10位に入ってたんだけど、グランドブダペストホテルはみんな褒めるだろうし、普通の映画雑誌とかでも相当上位に入るの間違いないから、だったら俺が応援しなきゃいけないイコライザーを入れるんだっていう。そういうことですよ。そういう。本当そういうのが多かった、今年。俺も。俺にとってイコライザーがそれだもんね。はいはいはい、歌村さんが絶対褒めるはずだって。泣く泣く落として。泣く泣く。これはアンダーザスに入れたみたいな。ああ。玉突き現象を持ってるんですよ。なるほど。あの、ヨウジさん考えすぎですよ、それ。ちょっと、ひねりすぎですよ、それ。まあでもそういうことありますよね。まあだから、割といいのが、本当ガチャでね、うん、当たっちゃったというのはありますけども、うんうん、はい、じゃあそんなあたりじゃあセノチンさん、はい、セノチンさんでも割とね、セノチンさんが褒めてってさ、俺らがなんだよとか言って、うん、そういう場面が結構しばしばあって、マレフィセント事件ですね。いわゆるマレフィセント事件。マレフィセントはやっぱりあのアンジーかっこよかったからね。まあまあ、ね、それは確かに、はいはい、さあしょんぼりしちゃった。ごめんなさい。お願いします。はい。じゃあベスト5。はい。5位ネブラスカ2つの心をつなぐ旅、4位底の実にて光り輝く、うんうん、はい、3位ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、はい、2位西遊記、いいですね、1位ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ああそうきた、まずこれ3位ここすごいですね。ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、要するに僕も3位、リスナー投票3位、ヨウジさん3位、そして、俺も3位映画!4回、4冠達成。やばい。3位に収まりやすい何かがあるんですかね、なんかね。一応入れとかなきゃなって、やっぱ面白かったもんな、これな。3時間もある映画とは思えないぐらいあっという間だったもんね。なんかほら、セノチンさんのさ、作品好み傾向として、あんまりやっぱネガティブなこと言ってるのとか嫌いじゃないですか。うん、だから、これなんかすごい不謹慎だしさ、どうしようもないクズの話だし、うん、なんか嫌そうな要素もあるんだけど、これは良かったんですか？うん。あの、全く反省しない男っていうのがね、ああ。痛快だなと思って見てて。だって、最終的に原作者、うん、なんかのんきな役で出てきてますもんね。セミナーの司会者。セミナー司会者です。で、本人が。あれびっくりしちゃった。本当、反省してない。いや、反省してない顔してる原作者。のこのここんな映画によく出るなんて。本当ですよね。どういうシーンいくら使ったのかね。お金、あの人たちに。想像もつかませんよね。使えないね。タイソンの、あれも。タイソンのね。うん、あれも読んだけど。あれに匹敵するとしてはもうタイソンの映画化しかないね。もう、うん、はい。まあ、ウルオブじゃ3位というのがありました。まあ、じゃあ下から順にじゃあ。ネブラスカ。はい。あれ俺もやっぱりアレクサンダー・ペイン好きだから、うんうん、あのこれ外せないなと、うん、はい、もうそれこそね、あの現代アメリカ喜劇というかね、うん、喜劇ですよね、もうね、喜劇、うんうん、コメディーというより喜劇感ってありますね、うん、最後帽子がねやっぱりね、シューイズウィナー、ね、プライズウィナー、あれはもうあれしかない、あんなもののためにみたいな、うん、あ、悪役賞どうした、ちょっと小物だけど、あのさ、あの街のボスっぽい、あの、うん、お父さんのことすごいバカにしてるおじさんいるじゃないですか、一発殴られる、あい、あのクソ野郎は結構あれは悪役賞ですね、これはいはいはい、ネブラスカ、まあ素晴らしい、はい、そこの認定、そこの認定は、うん、やっぱ池脇千鶴にの太ももにやられましたね、うん、そこですか、太ももです、おっぱいではなく、おっぱいではなく太ももです、そう、太ももはどういう特徴が、痩せてるとは言えない、張ってるとも言えない、張りがあるわけでもない、ただそこまで聞くとひどいけど、あ、た
応援したくなる。応援したくなる太もも。蹴りたい背中に続く。応援したくなる太もも。でもまあ、その、ああいう太ももはどうやったら作れるんだろうな。知らないです。知らないですその、しかもさ、池脇さん的にさ、ね、その髪荒れてるとか、あの辺は役作りでできてるけど、うん、太ももは単にさ、いや、ちょっと、それは私も、それは年齢的にちょっと、あれなんですけど。すももですけど。すももで。不本意な可能性ありますもんね。いつの間にああなったのかな、うん、そこ、ね、素晴らしかったですよね。あと、過去にあった函館ロケ映画と全然違うロケだったっていう。あ、函館って、ああいう、森田監督のキッチンみたいな。うん、綺麗なね。無菌化された。とこじゃないんだって思ったから、北海道出身の人に、函館ってああなのって言ったら、ああだって言ったら。やっぱダークサイド、うん、よく知ってる函館が出てきたみたいな感じなんですかね。函館ってそういうとこあるけれども、あまり取り上げられないねっていうのが、北海道の人はみんな、あ、まあ、函館は北海道の端っこですけれども、うんうん、函館知ってる人はそうみたいですよ。原作者のさ、自殺しちゃった方の、はい、あれもなんか、その、だから、函館の、そうだ、割とそういう描くから、なんかちょっとこう、地元の人は、うん、ちょっとそれやめてくんないみたいな、聞いたことない気がするけども、うんうん。まあでもそうですよね。うん。うん、はい。で、3位がウルフ・ボール。はい。で、2位来ましたね。来ましたね。始まりの始まり。これはなかなか被んないですね。これは面白かったな。いや、面白かったんですけどね。ただ2位ってすごくないですか？いや、多分誰も2位に入れないだろうな。こういうあれだよ。いいですね。うん。いや、本当にね、やっぱり、チャウシンチェ偉いよね。ああ。もう、やっぱり、その、きちんとしてるところはしてるよね。うん、うん。これ改めて思うとね、ホラー穴入るじゃないですか。うん、で、最初に孫悟空があの風景でいるじゃないですか。うん、で、あのくだり、まあ、すごい好きなんだけど、うん、あのくだりって、その狭いホラー穴の中で、ずっとカメラがこっち側、要するにその、うん、本当にテレビのコントみたいな撮り方を延々してるじゃないですか。ずっと、要するに平板のある意味。はい、で、しかも、その、もうアドリブ任せみたいなことも散々やるし、本当の笑いみたいな。ゆるみたいな感じの、まあ、そういうのも含めて、こう、ちょっと言ってた。居場所がねえんだよっていう。そう。カメラが書いてある。あれ、ほんと、もうコントじゃ、もうテレビのコントじゃないですか。そういうのも含めて。うん。うん、いや、やっぱり、あれが孫悟空かと思った時は、ちょっと見ましたけど。要はさ、グロい、ひどいじゃないですか、結構。ひどい。もう、非道の影。だって、今日挙げたどの映画よりも実は残虐ですよ、この。うん。そうですね。ゴア描写がありますからね。いや、でも、発想がやっぱりすごい。どのあたりが発想で言うとよく驚いたアイデアとかは？戦車の動力不意語みたいなの。そう。あれでかよ、みたいな。なんかしかも一旦さ、こう、ポーンって当たっちゃって、こうやって気絶して、止まっちゃったら、ふかってまた、ふかふかってさ、また寄せばいいのに、また早送りとかにこう、そうするさ、駒落としっていうか、あれがね、うん、あと最初のやっぱ水星怪物の、はい、アクション。はいはいはい。まあね、面白いよね、うん、ああいうのって、うん、飽きないし、うん、足していく足していく感じだね。足していく去年でいうと、まあ、ローンレンジャーのねクライマックス的なね、うん、ローンレンジャーはそこまで長かったからね、うん、あ、それを最初に見せてくれるから最初に見せてくれるからねいやオープニングにもありますよローンレンジャー人見せれば、うん、やっぱいいやいいやなるほどね、うん。まあでも楽しい映画でしたけど、ね。いやでもさ、すごいですね、これね。ぶっこんでいきます。いや、俺も本当続きが早く見たいんだけど。うん、続き見たいでも。見たい。俺、あの最優先。孫悟空がいい子になっちゃった時点で、なんだよって。要するにもうジョーカーがいいとこになった、ピンクになったとこが見たくないじゃないですか、なんか。いい子であるかどうかわかんない。わかんないですよ、ね。あ、まあ確かにね、うん。相当悪いままの最初の空想ただ、ハゲチャビンか、ドサルカしかいなかったのに、うん、なんかその中間の、うん、なんかちょっと、なんかさ、ヒール、なんかちょっと、ヒーロー前としてさ、うん、どっちかにしようじゃん。おっさんかさ、ドサルかさ。おっさんか。で、省略してその分、しょうもないギャグをたくさん入れたかったんじゃないですかね。尺的には。その旅してる時、最後のこう、さあこれから最勇気ですよってところのあれが、はい、なんかいかにも、うん、やっぱ孫悟空になってるんですよ。ちょっと、なんか、ね、俺らが知ってる孫悟空になっちゃってて。はいはいね、なんだよ、超猿、うん。なんかね、途中で盗賊チームっていうか、いたじゃないですか。うん、女の子の、スーチーの。はいあれの男の子、ちっちゃい子いたじゃないですか、うん。彼が中に入ってるらしいですよ、猿バージョンは。あ、彼がすごい、そうなんですか。彼がすごい動ける子で、っていうことらしいです。あの猿は、あの親父じゃない
ないんだ。親じゃないじゃん。すげえ小さいじゃんだって。うんうん、いやまあ小さいけど。うん、そうそうそう。だから、うん、そういうことらしいですよ。すげえ動ける子らしいです。的な。さあ、まあ、1位ガーディアンズ。ガーディアンズ。これはもう、これ言うと、もう、太郎くんの劣化のことを怒るけど。怒りませんよ、別に。スター・ウォーズより面白いです。出た。怒るよ。劣化のことを怒るは、誇張も言う。スター・ウォーズ、エピソード4より面白いです。言い過ぎでしょって言っただけです、ね。スター・ウォーズは見るたびに、だんだんテンションが下がっていきますね。そういうところはありますけどね。ルーカスは下手ですね、やっぱり。わかりますよ、それは。言わんとしてることはわかりますよ、それは。うん、そうですか。スター・ウォーズ1作目は、劇映画っていうのも時代のアイコンみたいなところありますからね。確かに、うん、だかあの時はやっぱ僕スターウォーズの何が一番偉いってそのデザインだと思うから。そうです、その通り、うん、あの見た目のデザイン、音のデザイン、そう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 、の数の豊富さと、うん、まあ、その当時の新鮮さで、その当時の新鮮さも絶対に今は追体験できないから、ね、僕も含めて追体験もうできないから、思い出すことしかできないから、それはそういうとこを抜いてね、うん、どんどん抜いていくと、うん、何か下手な、うん、何か下手なものが残るみたいなのは、しかも下手なものをさ、慌ててなんかさ、現代技術でさ、こう、なんていうの、ごまかそうとした後のものを今見せられたりしてるから、うんうん、余計ブサイクなんですよね。うん、そうだね、なんかさ、あれは古い技術のまま見せられると、あ、この時代のこれなんだって、こっちもリテラシー調整しながら見るのに、うん、なんか現代技術を直すから、そうすると、本当にもうね、そう、俺たちが見たものと違うものが出てくるんだね。アメリカングラフィティのオープニングも、あったまきましたからね、すごく原色が綺麗な、うんうん、メルズ、なんでしたっけ、あのお店、あのくすんだ空気が良かったのに、綺麗になっちゃったの？すごくバリバリ綺麗なんですよ、人工的な色彩で直しちゃって、うん、いじる癖があるんだね、ルーカス。あるんですよ、ね、いい方向にならいいんですけどね、うん、スターウォーズなんかもう何バージョン、しかもさ、その直した後バージョン何とかとか記録しといてくれればいいのに、うんうん、直したのがこっそり直したりしてる、こっそりそのソフトごとに少しずつ変わってるから本当迷惑な上にどんどん悪くなってくっていう、うん、まあだから手放して正解だったんだとは思うんですけどね、うんうん、だから俺ね、最初の VHS 絶対持ってた、手放さないでね、うん、それはありますよね。ただまあ今回のティーザー出たじゃないですか、スターウォーズのエピソード7のエイブラムス、はい、ちょっとねだらけない感じがね、ざわざわ見せますね、あれピクリとも立たない俺が悪いのかみたいな感じがちょっとありますけどね、うん、正直ね、まあそれはいいや、はいはい、まあ、ガーディアンズはもう本当に、はい、見てる間楽しいよね、あれ。まあそうですね、スキー組がこうやって話してるとこういうことになるんだけど、ピンとこない組がね結構いらっしゃいますよね。そうだね、うんうんうん、まあしょうがないか。まあアライグマってああいう動物なんだよね、本当に。え、ダクンはどういうこと？だから檻に入ってると、うん、出してほしいよ出してほしいよっていう泣き方をするんだってもうしょうがねえなって出すじゃん、うん、出したなとね。本当ですか？うん。要するに乱暴なんだけど、それ演技とかもしてる。演技もするの。騙す。あ、そうなんだ。うん、へえ。だ、多分それ知ってて、アライグマにしたんだと思う。してるんですか、うん、じゃあラスカルもそういう性格なんだ。はい、アライグマラスカル。本当ですね。そうそうそう。おー、イエーって、ああいう動物なんだ。いやおー、イエーとは言わないと思います。ニュアンスのね。ニュアンスが。あれですかね。うん、ちなみにリスナーの投票の中で神奈川県の元気さんという方はですね、コメントで最高です、スターウォーズより楽しい、おっしゃってますね、うん、映画館で面白いと叫びそうになりました。怒りませんよ、怒らないよ、怒るわけがないです。スターウォーズより楽しい派がもう一票いたということですね。スターデストロイヤーにやられただけだというふうに結論付けてます最初のシーン相対的にスターウォーズの評価がいいだろうね、落とさなくて、まあ、ちなみにでもガーディアンズはその、まあ、アメリカ、こっちの面白いアメリカ映画だとぶっちぎり の世界的には多分大ヒットなんですよ、まあ、そのあとロストあれかな、中国市場とか違うのかな、とかアメリカではもうぶっちぎりの大ヒット。だからまあ、普通に、うん、普通に受けた映画ですっていう、うんうん、ことは。これも続き早く見たいよね。続き見たいですね。はい、ということですね。はい、最勇気です。最勇気。アメリカも最勇気。違うか。いや、もう。三蔵がいないよね。うん、はい。じゃあ、こんな感じ？はい。あ、ちなみに他になんか、この48本以外でなんか、突筆しておきたいことがあれば。なんだろうな。結構見てるじゃないですか、いろいろ。あ、見てるね、うん、スピベット君とかね。あ、スピベットね、天才スピベット、うん、号泣っつって、号泣ですね。おお、何とか言ってください何かを言ってくださいよ、これ、うん、いや、少年が本当に可愛い、
僕も見ました、あの 3D の使い方とかね、うん、すごい、うん、チャーミングで、うん、みたいな。そこにあるっていう使い方なの、動かない、飛んでこない、奥行きが、そこに物があるっていう部屋とかね、ちょっと調度品とか、ムーンライズキングダムとかウェス・アンダーソンに近いような、うん、そのまあ、もともと10年もそうだけど、うん、なんかそういう箱庭的な可愛さというかも感じましたけどね。ムーンライズキングダムは家する話だからさ、うんうん、なんかそういう意味で、はい、なんか天才少年もの、まあいや、それいいね、はいはい、な感じですかね。じゃあ思い出したら、はいはい、お願いします、おじさんお願いします、ね、うん、さあ続きまして、じゃあ、はい、じゃあ僕行きましょうか、はい、十分に酔ったんでしょうかね。そうですね、もうだいぶ寄ってきたんで、その酔いも明かせて、酔いの勢いに任せていきましょうかね。僕ちょっと感想しきってないので、今年ちょっといくつか見逃してる。ちなみに何を見てるんですか。ね、結構多くて、最近なんかあれも見てない、これも見てない、ね、そう、忙しくなっちゃってね、なんか見れない。それ何かの自慢ですかこれは。いやでもね、前半も見れてない、ドラッグを見てない、それから独占、はい、あとなんだっけ、なんだっけな、あ、髪の月もまだ見てないですね。あ、マジで、はい、ああそう。6歳も見てないっていうのがあった。6歳は見ました、うん、ウッジョも見てない、ウッジョも見てないです。ああそう、ウッジョ見てないですね。というふうにちょっとね、何本かこぼしがある中でのちょっとランキングになるんですけども。そうですか、いきますね。第5位、ネブラスカ。お、同じですね、うん、ですね。さんと第4位、叩かない。第4位、イントゥザストーム。おお、そう来るか。うん。第3位、6歳の僕が大人になるまで、うん、はい。第2位、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。お、ということは1位はイコライザー。出ました。いやー、ね、酒の力が必要ですよね。いや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 、ね、あの最高最高、古川さんはずっとイコライザー、イコライザー、俺イコライザー好きかも、俺イコライザー好きかも、ね、簡単に言ってきますね。ネブラスクはもう僕もプライズウィナー、あそこの帽子でもう完全に親指が立っちゃいました、うん、もうあそこで累戦決壊でございます、まあ、ブルースダウンはほうけた顔してますよね。いや最高です。鼻毛が出すぎなんですよ、ね、耳毛も。チケット取られた後にさ、あの部屋でさ、一人で電気カチャってつけたらさ、あの牛乳飲みながらすごいうつむいてるシーンがあるんですけど、あれとか本当に爆笑しましたけどね。やっぱ最高ですね。イントゥザストームは僕もともとその見せ物っぽい映画が好きなんですね。ディザスタームービーが基本的に好きなんです、うん、映画の多分教養がないせいか、なんか変な、いやいや、すごい映像を見せられたらそれだけでちょっと記憶に残ってしまうんで。そう、満点だもんね。そうそうそう、僕も大好き。だからまずディザスター映画として期待する全てのものを見せてもらった上に、ちょっとそのジャンルムービーを超えるような瞬間をちょっと見せてもらった気がするんです。ああ、人間関係とかそういうの辺のと、あとやっぱりそのある人物が最後に一瞬だけ見るあの光景、あの風景、はい、ああ、はい、ねえ、ちょっとライトスタッフにも通じるような、そうです ね、そうですね、はい、あれ、ジャック映画が見た景色に、うん、ちょっとあそこの瞬間僕はディザス、あのいわゆるジャンルムービーをちょっと超えて何かにタッチしてるような瞬間を見せられた気がして、そうだよ、あ、これはいい映画だなと思いました。ノーラン的なアプローチだけがそういうんじゃないよ。そう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 、本当だよ、あそこ本当素晴らしいシーンだと思って、うん、本当記憶に残したい。これはね、最高ですよ。あそこ素晴らしいと思います。ということで4位だ、まあ、なかなかみんな入れないだろうなと思って、でも見ましたね、やっぱちゃんと同志がね、いましたよ、うん、そして、3位、6歳の僕が大人になるまで、これ長すぎるとか話の推進力がないっていう話を言う人がいるそうですけども、なるほど、いやこれはとんでもないと。ほう、僕そのカットが変わるたびに、うん、あいつがどんな成長した姿に次はなっているのかっていうのが楽しみでしょうがない。推進力はもうそれそのものだと、うん、人間の多分最もスペクタクルな成長して変わるっていうのが推進力になってるので、うん、なるほど、退屈どころか、うん、ずっと見てたかった。確かにね、うん、次変わったらもうえっていう、変わってる、うん、声低くなってる、ここまでなってるからもう次どうなっちゃうんだ、これそうそう、次役中とかになってるのどうしようみたいな、ね、髪伸びてるとかって、やっぱほら悪い友達とちょっと付き合い始めてるんじゃないのあんたみたいなね、ありますからね。大スペクタクル映画です、だからこれに関して言うと、うん、これはやっぱ親御さんの視点というのも、うん、まあでもそれなくても普通に、うん、これは人間の成長っていうのがそのまま映画になってるっていう。久しぶりにあの親戚の子に会ったらお前でかくなったなみたいな、そういうあれを ね3時間弱で見せてくれるんですから最高ですよ、これはもう。だからジェットコースターでね、本当にね、そういう意味ではね、ビフォーシリーズを僕一番見るの好きなの冒頭なんですよ。あの二人がどうなってんのかな、こうなってましたっていうのがまず最初に来るから、そういう意味では今回のね、これカット単位で、ミッドナイトもどんぐらがっしゃーんだよね、これ。そういう楽しさはありますけど、これはもうそれをずっと映画の中でやり続けてくれてるんで、もう最高に、次がどうなるんだろうっての楽しみな映画でしたね。なるほど、なるほど。はい。
で2位ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、これはもう言わずもがななんですけど、映画を見ながら年に1本か2年に1本かそのずっと見ながら、これは楽しい、いいぜおい、いいぜおいって思いながら見る映画あるじゃないですか。あるよね、これが僕は今年の一本でした。これがね、もうこの、もうあるよね、もういいぜおい、おい、いいぜおい、もうこれ、おい、これ以上面白くするのかよ。いいぜおい、あるあるっていう、そう、え、もう出だしでこれじゃ俺どうなるのみたいな、もう何から何までいいぜおいが続いたって意味だもん。で、僕久しぶりにちょっと2回見ちゃいましたこの映画は、はいはい、というのでまあ文句なく2位なんですが。それでイコライザーです。イコライザー来ました。イコライザーも僕見ながらいいぜおい、いいぜおいって見てたんですけど、うん、ああいうそういうね、バイオレントのバイオなんかアクション映画とかそういう好みの感じしないんですけど、うん、いや、とにかくいいぜおいが続いた後にラストで僕でも心底びっくりしたんですよこの映画。どのラスト？イコライザーのラストの、イコライザーのラスト、要はあの1話でカンパケするっていうことですね。カンパケっていうのはつまりどういうことかっていうと、あの、そう、要はこれから、はいはい、普通のね、この手の映画だったらそのこれからあとまだ組織が、でかい組織がある、ぶつぶしに行くぞ、うん、ね、じゃーんで、うん、エンドロール、うん、じゃなくて、今の時代その敵役を作るのが難しいとか、なかなかその敵をバカみたいな敵を出すのは勇気がいるみたいな話をされると思う、されるじゃないですか、よく敵役の作り方は難しいと、うん、でも僕はちょっとそうじゃないんじゃないかもって思ったのはこの映画で、敵を描くのが難しいというよりも敵をどうやって倒すか、どこまで完膚なきまでに巨悪をやっつけるかっていうのをちゃんと見せるのをみんな嫌がるし、ちゃんと成立させるのが難しいかって話なんじゃないかと思ったんですね。ああいうカルテルみたいなのがあったら、サボタージュだったらさ、うん、そのさ、実際に手を下した人を倒せれば流因が下がるかっていうと、うん、そういうことじゃないからねっていうのが難しい。悪の法則だと誰を、うん、倒していいか分かんない、倒していいか分かんない、分かんないけど、うん、だったらだったらっていうことで、だから普通のあの映画の法則で言ったら、例えば、まあ、倒しに行くところで終わるだろうなと思ったら、うん、あれ終わんない、続くんだ、あ、じゃあ乗り込んで退治するぐらいのところで匂わせて終わるのかな、あ、会話を始めるのですか、うん、って会話を始めて、あ、殺す、出ていく、カンパケしてあいつらも敵の隙全部ぶっ潰して終わるんだ、全部だもんね、全部っていう、あれが一番僕びっくりしたんですね、うん、下手などんでん返しよりはるかにどんでん返された気がします。 あ、 あいつ一人いたらね、メキシコ麻薬戦争終結でしょ。普通そんなの描かないです、大の大人がそんな終わりやす方、だからまあ本当にラストもびっくりしたし、あれはデンゼル扮するあの主人公が封印を解きましたっていうところが入って、うん、そうですね、で封印は解いたまんまで一応終わってるので、うんうんうん、あ、続編あんのかななんていうことをみんなが思って、ね、はい、そのようやく彼は生きる、うん、そのなんていうか、自分の存在理由を見つけたというようなことじゃないですか、最初で話してたあれとの対比で言うなら、それ、うん、開けてよかった蓋だったのかなみたいな、まあ、そうですね、ですね、彼はドサイコですからね、96時間化していくんじゃないかっていうね、96時間どころの騒ぎじゃないですよ。からね、だって96時間まだね、娘とかね、家族を人質取られるとお父さんおかしくなっちゃうよって話だけど、うん、別に関係なく普段家で本読んでるだけだからね、いやでも、ね、寝れねえなっつって前半も素晴らしい、その本読んでるシーンとか、あ、生活を丁寧にしてる描写っていうのは映画の中で描かれると、それだけでもうちょっと僕は5億点出てしまうので、うん、あそこすごくいいですよね、本当にいいですよね、ナイトフォーカスのね、あのダイナも素晴らしい、素晴らしいですよね、美術も素晴らしいし、うん、DVD を買って何度も見返す映画になるかどうか正直分かりません。イコライザー、そしてインクザストーン、これでしょ、これでしょ、これ皆さんラジオで全く通じないこと言ってますけど、これそっくり返ってね、そっくり返ってカメラがぐるんちょって回るあのシーン、ね、なんだそりゃバカバカしさしか伝わってこないみたいな、あの最高のシーンもありましたけど、夜中にあやってるって見ると楽しいだね、最高ですね、これそうですよ、うん、もうあの途中で、うん、あのさ東京12日あのテレビ塔のさ午後のロードショーでもいいけど、途中で見始めたら最後まで見ちゃう口ですよ、ね、そうですね、うん、最高ですよね、うん、夜中に見たら僕とそのまま家を出てどっか深夜営業してる店を探せでしょ、ね、そこでもうこう白芸とかこう呼び出してティーバッグをパチョーンと落としてね、いや最高でした、イコライザーということで、今年のベスト映画はイコライザーでございました。いやでも素晴らしいですね、いいですね、さあということで、はい、じゃあ入れ替わり、入れ替わりじゃあ誰か、はい、行きますか、あ、そうですね、ゆうさん、じゃあちょっとね、あのお仕事も、じゃあ私あのサンデージャポンの方に、はい、スタジオに参ります。ありがとうございました。ぜひまた、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのそんなにロジックとか僕から外すとかそういうのあんまり考えすぎないで大丈夫なんで。はい、はい、さあということで次はじゃあ誰がやってくるのかな、これは。あっちから。さあね、お前行けよ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 みたいな。しょうもないね。あ、ゆうじさんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。
あ、スペシャルゲストが来るのかな。スペシャルゲストさあやってまいりまし ました。スペシャルゲスト皆さんご紹介いたしましょう。ライムスターマネージャー新井でございます。ご無沙汰してます。はい、なぜご無沙汰かといえばね、まあ産休というかね、まあ産休最中ですよね、だってね。はい、その際はあのなんか曲とかいろいろありがとうございました。スタジオ聞いてます。毎週うっかりお母さんになられて、うっかりお母さんになられて、うっかり母になりました。いやでも去年のこの時点では全くするね、あの我々は全く気配も感じてない。そうですね、私も去年のこの時点では予定してなかったです。ああ、なるほど。そして母になるという。そして母になりましたので ね、本当に。しかしやはりですね、そんな中からですね、新井さんからもう、逐次ですね、やっぱ最新韓国語情報伝わってきてます。素晴らしい。どういうことになっているのかということをね、はいはいはい、伺いたいと思います。ねえ、なんかでもここで喋らせてもらうのがちょっと申し訳ないぐらいのランキングになってしまってはいるんですけれども。まあ、年間ね、あの150見てたけど、さすがに150はちょっともうきついんじゃないですか、今年は。そうですね、93。おいおい、全然いってるじゃない。産む前日まで、あの、歌丸さんの奥さんと映画見たりしてましたね。ちなみにそれ何言ったんですか？それはちなみに、あの、コンユの、あの、サスペクト、悲しき容疑者っていう、あの、北朝鮮物売り物なんですけども。新井さんはもうそれむちゃくちゃするわと思ってね、体調に悪いんじゃないかと思って、ね、いつ破水してもいいようにバスタオル2枚持って映画館に行きました。映画館の人もね、かかあなたはよくても映画館でびっくりするよ。あのバスタオルは必須で持って歩いておりました。うん、さあそんな新井さんの2014年ベスト10で10いくか、はい、はい、さらっといきます、はい、チング永遠の絆、これ韓国映画ですね、はい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 、っていう、まあ、あの、はい、ヤクザものがありました。10位です。9位、はい、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。おー。8位ドラッグ・ウォー独占。おー。7位グランド・ブラペスト・ホテル。おー。6位そこの実にて光り輝く。おー。5位サスペクト悲しき容疑者。おー。これ韓国映画ですね、はいはい、4位がレッド・ファミリ ー、 おー。3位がウッジョブ・カムサリナ。おー、聞きましたね。2位が、これごめんなさい、日本で公開してないですけど、クッカジカンダ、映画の韓国で見た。日本で公開していない。クッカジカンダ。はい、歌丸さん見てますよね。あ、最後まで行く。あの、あ、はい、最後まで行く。あの、僕がちょっと紹介しました。ソンキュさんが。あれは面白かったですね。本当なんで日本でやらないのかが、ね。俺はなんでだろうね。ねえ、でもまだすごいヒットしたらしいですよ、うん、韓国でも。あ、そう。あ、あれ世界的にもね、評価高かったんだよね。うん、あれに出た役者さんもなんか有名になって、あれから。あ、そうなんだ。はい、あ、うん、どんな映画なんですか、それ。韓国映画。いやいや、犯罪者とか。犯罪者。ちょっと待って、これまだ2位だから。あとでちょっとまとめて。1位は、あの、新しき世界。出ました。そうなんだ、やっぱ。すいません、あの映画のね、もうイントロからの衝撃のあの、ドグロさがもうたまらなく好きでね。これさ、新しき世界は、やっぱり、いや、面白い映画だったよ。素晴らしい映画だと思うけど、女の人好きだよね。いや、あれね、面白いですね、なんか。さっきね、あの、出かけにやっぱ奥さんに、その、まあ、新しき世界が今年の映画だったら、ぶっちぎりだと。したらやっぱね、女の人がやっぱあんま、すごい男だけで、やっぱ BL 的な男だけでキャッキャってんのはいいんだみたいなこと言ってましたけどね。そういうところもありますね。ありますか。まあじゃあちょっと10位から伺っていきますかね。10位チング永遠の傷。これまあチングもともとあったものの、うん、続編みたいな。続編なんだ。はい、なんですけど、まあヤクザ映画だから私が好きだったっていう、まあそんなに思い入れもなく、まあさらっと見れる。説明としてもう、ね、もうあれなんですよ、ダメなんですよ、こんなところで私も喋っていい。そうだ、奥さん、そうじゃなくて、あのちゃんと勉強ができなくないと、もう覚えの、もう母乳のことしか頭にないみたいになっちゃった。当たり前ですか。じゃあチング続編ね、これチェック。はい、チング続編見てください。ウルフオブ好き。はい、ウルフオブ好きでした。まあスカッとしますよね、ああいうの見てると。あ、そうなんだ、痛快なんだね、痛快ですね、うん、あれは酔っ払ってみて方が面白いですよね。最近ちょっとお酒なんかも飲めないと思う。本当ですよ、もう1年やめてますからね、うん、びっくりですよね、自分でもね。すごいことですよ、発泡酒片手にね、深夜のロードショー行ってた人がね。本当ですよね。しかもあの花より団子5回見てますからね、ね、やっぱり1本や2本じゃないですからね。本当にね。さあ、そしてドラッグウォー独占、はい、ジョニーと。これ入ってましたっけ。これベスト10に入ってないです ね、 ですよね。ちょっとね、公開時期が早かったのもあるけど。あ、確かに、うん、あとこう考えると今年その中国語映画がっていうんですか、うん、少なかったですよね、なんか。そうかな。まあ、ドラッグウォーとさ、ほら、あの、あれもあったじゃないですか、あの探偵、ゴッドアイじゃねえや、ジョニーともう一個、ゴッドアイか。ゴッドアイか。ゴッドアイ。うん、あれ今年でしたっけ？あれ今年だと思う。ドラッグボートセットでその商品見てるもん。あ、そっか。あれゴッドアイすごい面白かったよ。確か。うん、あ、そっか。うん。まあドラッグはどこがお気に入りで。
まあ、なんかあのちょっと天然ボケな感じとかたまらなくて、天然ボケなんかそんな感じの映画だっけ、違いましたっけ、もうすごいバイオレントな話でしょ、だってでもなんかあの潜入捜査ものだよね、これもでも、ね、これもそうだ、私結局潜入捜査ものとヤクザものが好きなんだなって、もうこの何年かこの映画を見倒してきて、うんうん、それだったら大体がクリアなんだなっていう、この単純な感じが分かってきたんですね、うん、潜入捜査ものだってほらね、ある程度面白さ絶対担保されるもんね、うーん、さあそしてそんなね、待ってください、アジア映画、あ、ね、アジア映画専門家なん で、ね、潜入者と薬剤家が好きって言ってる、ね、新井さんがグランドブダペストホテルと来た、はい、さんがおしゃれとカッパした、ね、そうなんか私がね、こう皆さん気づいてないと思いますけどウェス・アンダーソンはおしゃれ勇気がある、ね、勇気がおしゃれされてます、ウェス・アンダーソン、それこそ私これしか見てないんじゃないかな、おお、でもこれがね一番ね入りやすいと思う、あ、そうですか、うん、なんかなんていうんですか、バーってランキングの中に大人の喧嘩を入れたくなる感じというか、なんかバーっと中になるほどなるほど、わかりますか、このふわっとした感じ、なんかわかりました、まあ、まあ、だからど素人にもおしゃれな映画がわかるんだぐらい、あの、わかりやすい映画だってことですよ、まあ、でもこれはあのアメリカでもヒットしてますからね、実はね、普通にヒットしてるんです、素晴らしいと思います、いや最高ですよ、うん、面白かったです、はい、そしてそこに見て光り輝く、これ池脇千鶴さんと最高ですよね、あの感じ、あ、雰囲気、はいはいはい、もうそれこそなんでヒットしたんですよ、ね、これね、あのヒットっていうか評判は良かったってことか、うん、で多分あの評判も高まってソフトなんかも多分ね、うん、あれしたりする、ね、うん、で結構あれ長く映画館でもやってましたよね、うん、そうだね、あのシルマートとかでも1回1日1回だけども、うん、結構ロングランショーとかも撮ってるし、うん、これはすごく面白かったです、ね、池脇千鶴ね、うん、もう奥さんに横で見てても出てきた人が100点っつって話が早いはい、はい、サスペクト、これコンユさんが出てたら最近はもう間違い、あのコンユさんあれですよ、トガニの、あ、俳優さん、はいはいはい、どんな話のサスペクト容疑者、はい、まあ、あの潜入捜査もんですよ、これは潜入捜査って言わないのか、あの北朝鮮 の、 あの工作員か、あ、なるほどなるほど、でまた、まあ、大体あるじゃないですか、工作員が入って裏切られて自分が追われるみたいな、あ、まあ、ベルリンファイルベルリンファイル方式っていうか、まあ、そういうのと、あとプラスその映画館でこれを見たのが最後だったっていうちょっと思い出の、あ、なるほどね、大事ね、全大事ですよっていう感じです、噛み締めますね、確かに、でレッドファミリーは前からね、新井さん推しでしたね、レッドファミリー、はい、うん、面白かったよ、面白かったな、うん、レッドファミリー本当ですか？面白かった面白かった。なんか騒ぎすぎたかなと思ってちょっと。いやいや面白かった面白かった。うん。どうでも そこまで押したいのは。まあ、なんですね、笑いあり涙ありが大事かなと思って。あのキム・ギドク本人のさ作品がどんどんまたさ、うん、おかしなことになってるいい意味でね。ああそうですね。メビウスだったりとか。割と普通に。行ける感じも、ね。そうですね、あのスタンダードなキム・ギドク集があるというか、うんうん、っていったところで。メビウスも ね変な映画だからね、これね、だからレッドファミリーを押しといて、うん、俳優は俳優だを見ていない私がここで喋ってていいのかっていう問題もあるんですよ、そう、わかん、その葛藤は分かんないです、俳優は俳優だ、俳優は俳優だっていうのが先月公開されていて、うん、キム・ギドクが脚本をやってる映画もあるんですよ、ね、映画は映画だに続いて、そうですそうです、そうなんですよ、だからね、ちょっとここで喋ってるの申し訳ないんですけど、分かるよ、うん、申し訳ないんですけど喋らせてっていうか、出たがりかな、喋りたいかな、お母さん日々大変だからしょうがない、ガンガン出しちゃってくださいよ、すいません、さあそして3位来た、これウッジョブいいですよね、もう旦那さんと見てゲラゲラ笑いましたね、やっぱあの秀明ですか、秀明も海猿からの山猿も最高です、もうあの人以外にいないですよね、あのハマり役、うん、ね、だってあの役でどんどん変わってっちゃったっていうかね、うん、伊藤さんキャスティングされてね、いや素晴らしい、リアルジャイアンと言われてますからね本当ですね、うん、はい、はい、ウッジョブは面白かった、面白かったです、うん、さあそして2位ですよ、問題のクッカ時間 だ、 クッカ時間だ、最後まで行く、これあの僕も、番組で何回か、ね、お話したけど、うん、とにかく、ね、最後まで行くっていうののタイトル、いやこれね、そう日本語にあえて訳すなら最後まで行くとこまで行くみたいな、そんな感じかな、クッカ時間だは韓国語なんですけど、日本語だと日本語タイトルはついてないですよ、だから公開目処も立ってないし、うん、ああそうか、うん、まあ大雑把にどんな映画か説明すると、もう私もあれですよね、あのもう死体を盗むところのあの、ね、印象が強すぎて、刑事がいて、うん、でその人がまあ要はちょっとあるとある重大な、まあ、過失を犯してしまうんだね、うん、でその過失をごまかすために、まあ、そのさっき言った死体動きまでのすったもんだがあるんだけど、それをもとに、まあ、揺すられるわけです、恐喝されるわけです、うん、でその恐喝している元も実は
そう、悪い。なんだ、悪い。で、こいつが化け物みたいな悪いやつで、で、こいつとなんとか対決しなきゃいけないっていう、ノワールなんだけど、ちょっとダークコメディっていうか。もう入っていて。なんか変な。そうなんですよ。だから日本語訳もつけてちゃんと見たいなっていうのもあったんですけど、でも全然韓国語がわからなくても、まあまあ面白いのかなと思って。そうだね。俺もすごい面白かった。あと、その、コメディのところの、あの韓国ならではのブラックジョークだったりとか、ね、あと最後の結構その悪い人と戦うところとかも、うん、おーっていうなんかもう面白いね。うん、ね、バイオなんかそのバイオレンスとか、あとまあそれこそ死体ギャグとか、うん、やっぱねその韓国の映画のそのコメディセンスのブラックさっていうのが、うん、あはいはいはい、あのちょっとぶっちぎりだと思います、うん、今世界的に見てこれをギャグにしてるっていうのは。ちょっとどうかして、褒めてんだけど、どうかしてるよっていう。だから逆にそれが韓国の映画館で見た方のが面白かったのかもしれないですよね。周りの笑う、ざわついてる感じとかが、え、マジでみたいな。あとやっぱその、ハラハラするとかも当然あるんだけど、うん、とかびっくりするところで、やっぱね、あの反応がすごいビビッドで、うん、ほーみたいな。あへすごい。あと噂のあれです。エンドロール途中で、もう、エンドロールになった瞬間に劇場が明るくなって、みんなドヤドヤ帰っても。あ、向こうのお国柄というか、そういう。っていうのを見ましたね。これやんないか。本当にね、ソフトもまだされてないんですか、ソフトが。見てないですね。せめてビデオスルーでね。うん、確かに。蔦屋さん限定レンタルとかね、うん、したくれたらいい。そこまで言われると見たいな。さあ、そして1位です。新しき世界。はい。これはもう、出だしのもう数十秒からもうの気持ち悪さとかもたまらないですよね。出だしどんなんだっけ？裏切った人をボコボコにする、うんうん、だから顔がボコボコのところから始まるんですよ。でそこからもうドラム缶のセメントとかいろんなことがあって、うん、あのセメントでさ埋めるのあったけどセメント飲ますは初めて見たよっていうね。あれは初めて見ました。こんなやり方もあるんだっていうのは思いましたよね。いわゆるそのボーイズラブ的にやっぱあのさあのちゃんちょんとさあそうそう中国の ね中華系のあの二人のさ、うん、まあボーイズラブというか秘伝ですよ秘伝、うんうん、その感じはどうですか。そういうボーイズラブ感もある、うん、あれもたまらないですよね。特にやっぱねちゃんちょんが好きだって言ってましたうちの奥さんは。あの人も確かあそこからまたすごい人気になってね。あそうなんだ。もともとねだってあの人監督のさあの監督じゃない、うん、いろいろ出てる人じゃない、そうそうだちょい役とか、うん、あの人にスポットが当たる、うん、あでもドラマとかも出てたかな。でもあそこからちゃんちょんファンっていうのがすごい増えたみたいですけどね、うんうん、あそうですか、うんね、でちょっとこんなので喋っていて申し訳ないんですけど、はい、これから公開の私のおすすめ2本出ました。あ素晴らしい、はい、新コーナー、12月末公開の、ヒョンビンが除隊後初の作品で王の涙遺産の決断っていうのがあって、はいはいはい、よく見た、はいはい、これも全然見てないんですけどまあまあ向こうではヒットしたらしく、うん、でもちょうど船の沈没事故の、うん、に重なって、うん、あまりなんていうんですかプロモーション的にうまくはいかなかったらしいんですけど、これが気になる一作。これもうやってる？12月の23日公開。予告とかもうやってるやつだよね。予告は、はい、やってます、ね。すごい見る見る。はい。っていうところと、2本目は来年公開のタッチャー神の手。ああ、はいはい。タッチャーは、詐欺師っていう意味なんですけど、向こうで。で、これ1本目がタッチャーイカサマ師っていうのがもう、まあ、DVD とかになってる昔の作品で、監督が、10人の泥棒たちのチェドン、ね、10人の泥棒たちはもう最高ですからね。もうケイパーもの大傑作ですからね。ねうん、確かに年間ベストにいる人結構いましたもんね。最高です。うんですね。はい。で、じゃあその監督が、まあ、前のやつを前のやつ、うん、で、今今度これから撮るのが、主演はビッグバンのトップ、はいはい、なんですけど、うん、監督がサニー、おの仲間たちのカン・ヒョンチョルさん、うん、あらららそれはもうこれはねなんかだからあれですよね主役もいいけど監督もいいので、うん、作品がどうなるかサニー以来の作品ってことなんですかそうですねあそれは楽しみ、うん、あそうこれでもそのタチャっていうのはだから要するにそのいわゆる根源ものっていうかその騙す、はい、そういう話あの詐欺師の話ですねあ、はい、へ楽しそうだななるほどはいさすがですね。ちょっと待ってください。出産を挟んでどんでこんなことになってるんですか。なんかうる覚えのなんかぼーっとした感じで喋ってしまって。てかさ去年あたりからあなたねちょっともうねプロ感出てるんですよ。もう韓国映画のプロ感出てるんですよね。すいません。映画ライター感だろもう。もうちょっとちゃんと勉強しないと本当にちゃんと見られてる方々に申し訳ないんですけども。何度も言いますけど新井さんに仕事の依頼全然お願いしますね皆さんねこれね自宅でちょっとした原稿ぐらいの中で。いやあとあれですよ歌丸さんにおすすめもう一個あったあれソン・ガンホの乾燥紙、
感想誌、うん、人の顔を見て占うみたいな。あ、これも多分来週ぐらいに DVD 出ると思うんですけど、うんうんうん、私も韓国語でしか見てないので、うんうんうん、すげえいいってまだこのランキングには入らなかったんですけど、うんうん、面白い、うん、これも人気だったみたいです向こうで、はいはいはい、なるほど。あと孫岩法的なところで、まあそうだね、最近ちょっと孫岩法もね、うん、あのスノーピアサーぐらいしか見てない、はい、スノーピアサーの次が多分この感想誌なんで。なるほどなるほど、はい、分かりました。でこんな感じですいません、うん、ペラペラしゃべる、まあ、はい、いや素晴らしいですよ、はいはいはい、あの最後まで行くがね、なんとかの形で見たい、自分でもう一回そのちゃんとその字幕見たいからい見たいですね、はい、改めて押しておきたいですね。押しておきたい。メーカーの方お願いします。よろしくお願いします。12月17日に DVD が孫岩法感想誌出るということでございます。あ、去年、あ、そうか。あ、じゃあそうかそうか。じゃあそれを俺があの、ロングランしてるのを見たのかもしれない。感想して、はい、え、いや、違う。ごどあい、ごどあい、ごどあい。ごめんなさい。ごどあい。ごどあい、はい。失礼しました。ごめんなさい。私の説明不足。はい。はいはい。ということでございます。はい。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございます。ご存知の方も頑張ってくださいませ。来年も映画見たいと思います。はいはい。来年もよろしくお願いします。来年もわかんない。まあ、そうね。今年できるんだから来年もできるね。よろしくお願いします。はい。赤ちゃんによろしく。赤ちゃんによろしく。さあ、続きまして。小新井さんかな。小新井さんが来ますかね。はいはい。そういえばね、ドキュメンタリーオブ AKB だってありますからね。今年でもね、ウォッチメン大賞ではないですからね。なってなかったね。どうなってるんでしょうかね。さあ、ディレクター小新井さんでございます。よろしくお願いします。どうしたんですか、そんな喋るのが苦手な小新井さんだと、もじもじしてることでおなじみの小新井さんが、はいはい、さあどんだけなんかそのディレクターとしてその分かるでしょ、その販売は、最低限の販売は、はいはいはい、5本5本はい、はい、じゃあ、1本だけ、これ48本の中から1本だけ違う、はい、分かりました、はいはい、5位がウルフ・オブ・ウォール・ストリート、入ってくるなみんな。4位がイコライザー好きです、ね、いいですね。3位がガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、2位がライフ、おー、あった今年だ、そうだ、はい、で1位が6歳の僕が大人になるまでです。おお、ちょっと意外、へえ。さあ、じゃあ下から順にお願いします。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートはあの リアルタイムで見れなかったというか、うん、ちょっと最近見たんですけど、あ、そうですか。みんなと一緒にあれをやりたかったんです。 あれ分かんなかったでしょ、じゃあ、なんだか、はい、そうですよ。で見たら、ああ、これは絶対やりたくなるなって。そうだよね、これだって。あのさ、あの後半の方でさ、こう社員みんながさ、うんうんってみんなやるじゃん。あそこで一人だけこれ何分かってないよ。そんな感じでした。デ、はい、カプリオね、オスカー取れないよね。うん、あれ取ってもいいと思ったんだけどな。でもやっぱまあこのヒーパワーが今。でも映画としては大した映画じゃなかった。いや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 。加藤君、重役君入れてるんですから、ちょっとお願いしますよ、これ、うん。まああの類重なってきたのもあるんじゃない。ここのところずっと続いてるんですよ、やっぱり印鑑弁護士やったりとか、あとあのフリードキーのキラー城っていうね、あれがあったりとか、素晴らしいですよ。うん、まあ、いや、はいはいはい。4位イコライザー、最高最高、はい、なんか映画を館で見てて途中でこの映画面白いなって思わず口に出そうになった。いいぜ、おいいいぜ、おいいぜ、そうだよね、素晴らしいね、そういう瞬間がある、うん、まあ、イコライザー、みんな大好きイコライザーとか、だんだん確認できております、はい、ガーディアンズは本当もう文句なしっていうか、うん、楽しいっていう、うん、はいはい、みんな大好きガーディアンズ、はい、うん、2位だね、ライフ。ライフはなんかあの最後にこう救われるじゃないですか。僕ね、ライフはソフトだけ買ってあってまだ見てないんです。見てないんですよ。いいよね。はい。でなんかその最後も終わり方がね。なんか僕らってこう言ったらこう下請けじゃないですか。うん、下請けじゃない。下請けです。はい、なんかその人たちがこう最後に。救われるっていうか、ポッとあったかい胸が、うん、ああよかったって、うん、あそう、はい、あそう、そんななんだ。じゃ あのそうですか。ちょっと今もう古川さんが、俺早速見ないと下請けといえば出入り業者出入り業者不正にって言われてましたからね、前ね。マシピいいね、チャレンジなんだよ、お前が言うとって。デンスティーラー最高傑作だと思いますよ。ああら、そうですか。トロピックサンダーじゃなく、ね、ベリー肉いびったとかありますよ、うん、あなたそのうかつな言い切りが多い。大丈夫ですか、これ面白いよ、本当に。いや本当に、うん、なんかね、その予告だけ見るとなんかアップルの CM 見てたなって、ちょっとバカにしてたんだけど、う
なんみんないいっていうからね、ちょっと、うんうん、分かりました。ライフ1位、はい、6歳の僕は、これはもうなんかこれも生きててよかったじゃないですけど、あの誰でもこう生きてれば何かしら幸せがあるっていうか、生きてることが素晴らしいんだなっていう、ちょっとあのちょっとそのなんていうのかな、あのラジオの皆さんの前にちょっと付加情報として、なんとなくですね、その小洗さんの今喋ってるその目つきとかを見るとちょっと心配になってくるよね。人間不安定な時になんか大丈夫なのかな、情緒不安定な時に、ね、刺さるタイプ。でも映画ほら情緒不安定な時とか見ると人生上で、うんうん、やっぱどんどん刺さってくるから、ライフ6歳ボーイフボーイズフーイコライザーいや何か完全異質だなよ。橋本名誉 P も言ってたんですけど、人生万歳でしたっけ、人生万歳大な映画だって言って、ダセえくくりをしないでくれ、あれはもう人生万歳ダセえコピーを最高って次に会った時にはもうでも、もういやインターステラスにお前のことにビタイチ信用しねえだろ。その通りの映画だなと思って、はいはい、まあ最高ですよね。時間が経つにつれてもグッと、うん、いや最高、忘れがたいでしょうね、はい、間違いなくね、き、うん、続けて一定時間一緒にね、うん、やっぱり一緒にいたという感じがするから、うん、はい、なるほど、うん、この AKB とか入ってくるのかと思ったら、そういうんじゃないんですね。あ、うん、そうですね、マリコ様がそんな感じじゃない、もう今乃木坂なんだもんね、ま、それもありますけど。あ、今回は面白かったですけど、その、うん、あんまあ、その箕輪田君向けの、ああそうだね、はい、ああ確かに確かに、ね、確かに、あそうだね、今年はそういえば箕輪田イヤーになる可能性ありますよ、そういう意味では、ね、確かに確かに、はいはい、っていう感じで、わかります、乃木坂でじゃあ映画ができたらまたちょっとそれはそうです、ね、考えんでもないといったあたりですかね、はい、はいはいはい、さあということで、小原さんありがとうございました。じゃあ、ね、お大事にねお大事にってなんだろう、お大事にお願いしますね。じゃあ今回はい、12月13日土曜日からもう明けまして14日日曜日、0時50分です、生放送直後の赤坂 TBS ラジオ、本日は第7スタジオから、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル放課後ポッドキャスト久々にお送りしたいと思います。今回は毎年恒例タマフルクルーの、映画ベスト5を発表していただくという企画でございます。ということでまずこのスタジオにね、まあ入れ替わり立ち替わりまたね、こういう感じですけど、あもう早速何か言ってから、無言であげないでください、やめてください。アドバイザーの瀬野陳さんです。はい、よろしくお願いします。さんです、はい、そして向井の構成作家宇賀光さんです、構成作家です、はい、そして、ベスト5発表させていただきました、放送作家高橋洋次さん、よろしくお願いします。しばらく参加します、はい、お付き合いで、あじゃあもういいんですか、洋次さん飲んじゃって、はい、大丈夫です。じゃあお疲れ様でした、スペシャルでした。中村さんもお疲れ様でございました。いや待って待って、俺はもう発表とか終わって仕事もう終わってるから飲むっていう大義名もありますけど、はいはい、皆さんはだってこれから発表していただくわけですから、これ飲まないと発表できないっていうことですね。そんなことですか、そんな、こんな思い切った格付けなんて、そんな大それたことはね、やっぱり、ね、そう、あそういうね、酒の力を借りなきゃできない、ここの痛みがありますよね。そういうことですよね、そういうね、全部の映画が本当は1位です。ただなるほど、3分の1なんかもやっぱりね、頑張って作ってらっしゃるんですよね。オンリーワンです、ね、オンリーワンです、オンリーワン、それはそうです。はい、ありがとうございますといったあたりで、あちなみにですね、ヨジさん、はい、あの先ほどニュース加藤茂明さんがですねベストに挙げたフォルマ、これ聞いててびっくりしました。1位フォルマ、うん、これは僕がギリギリで天から落とした映画だったんです。ああそうなんですか。ということはまあご覧になって評価もして、こんなユニークな手法の映画がなくて、どうしよう、つまりね、ワンシーンワンカットの長回しなんです基本、はい、でカメラほとんど動かないんです、はい、で音楽ありません要するに映像素材なんですよ、うん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 、でこれは監督の意図でありまして、うんうん、映像というものは、作者の意図による編集とか、うん、どういう音楽をつけるかということで、うんうん、意味がいくらでも変えられる、うんうんうん、そういうことをしないで映画を私は作りたいっていう意図で、うんうん、でそこに合うのはどんなストーリーがいいのかなって考えて、うん、OL2 人のちょっとダークな、うんうん、心理劇っていう風にしたんですって、うんうん、でこれ分かりやすく言うと、例えばここから僕が考えたことなんですけども、はい、今年の野々村元議員の号泣会見ありますよね、はいはいはい、僕局であれの素材見たんですよ、うんうん、全くノン編集のね、うんうん、そしたらね、笑うところは怖くて怖くてしょうがなかったの。怖くて怖くてしょうがなかったの。二度言いましたけども。なんでだから、そのくらい、後々にいろんな番組で使われている、号泣ポイントの、うん、はい、
連打とかね、はい、そういう編集っていうのは笑うように笑うようになるんだな、はい、だから編集の仕方によって本当に印象って変わるもんだな。ちなみに怖くてっていうのは どういう方向の怖さだったんですか。あの人の心の闇がダイレクトに、ああそういうことか、あの容赦なく吹き出ていて、うん、やっぱりまあ普通じゃないなってのはもちろん伝わってくるけども、それがもうもろに無編集状態で来てしまうと。それで言ったらあのサムラゴーチさんの謝罪会見があったじゃないですか、はいはい、あれも僕結構生に近い状態でずっと見てたんですけど、あ、そうですか、うん、あれむしろね逆でもっと会場ちょっとファニーな空気なんですよ。なるほど、うん、周りがみんなちょっともう呆れてるしちょっと笑えるしで、うんうん、もう結構クスクス笑いが最後の方は起こってるぐらいな空気だったんですけど、うん、やっぱそういうトーンではやっぱ報じられてないの で、ね、それちょっと今お話伺ってて同じこと思います。まあ先週のトリックっていうのはね、しばしばあるけど報道の現場ではよく編集の問題っていうことはよく取り沙汰されますけども、それを劇映画の中にその、うん、メソッドといいますか、うん、さあこの素材で皆さん感じてくださいっていうのをこう提示したのは新しいなとは思いましたね。そもそもね、だって劇映画だったらまあその要するに操作するのは当たり前でしょって、ね、だからこれは、ね、知り合いの映画監督とかにこんなアナーキーな手法の映画があって面白かったんだよって言って、うん、そんな映画じゃないよなんて言ったりしますね、うん、あの、うんうんうん、劇映画の監督の人は、うんうん、じゃあ俺たちの仕事何なのみたいな、まあ、それこそね、ノーラン的なだってね、やっぱりそのもう一つの世界を作り上げるのが自分の仕事だみたいなのね、そうです言ってたりするわけだから、 はい、それをあえてこう禁じてやるという、何分ぐらいの映画なんですか。141分ってさっき出てませんでした、なんか予告で。あ、結構長い、2時間は超えるような映画なんですか、うんうん、しっかり長い映画、141分のなんとかみたいなコピーが見えたの結構短いなと思って見てます、ね、なんか実験的な話だから、うん、短い映画かと思ったら141分のアンチテーゼかな、あ、そうか、うん、なんかそんなコピーが出てましたけど、田丸さんの感想も楽しみですね。あ、おー、いや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 、TBS のロこれでも混んじゃいますよこれ、ヨジさんこうね1月6日からはいはい、アプリヨジさんがじゃなくて加藤さんが、まあまあそうですいやでも今説明いくとさらにね、やっぱりね、ああそうですか、問題作なんですよ。なるほど、145だ5だ、ああそうですか、まあ福服装の福ちゃんね含めてちょっと、はい、うん、藤田陽介監督作品、相当あのこれからちょっとみんな見に行きたいと思う方多いんじゃないかと思います、さあそんな感じので、はい、いきましょうかね、発表ね、ランキングね、はい、タマフルクルーの、はい、これはまあ、タマフルだから基本的に48作の中からということですかね。そうです、はい、あの、うん、ガチャで当たったやつ、はい、まあ、どうしてもというね、どうしてもというのがあればですよ、俺はこれだみたいなのがあればね、それはもうやぶさかじゃん、ああはいはい、ということです。さあ結構あいいのは当たってるよね今年ね。まあそうですね、ゆえに上の上位が割とそのリスナーランキングと実は僕の上位ってそんなに違わないんですよ、うん、あ、うん、放送中に言うの忘れた、辞典としてグランドブダペストホテルで、うん、で本来これ10位に入ってたんだけど、グランドブダペストホテルはみんな褒めるだろうし、普通の映画雑誌とかでも相当上位に入るの間違いないから、だったら俺が応援しなきゃいけないイコライザーを入れるんだっていう、うん、そういうことですよ、そういう、うん、本当そういうのが多かった今年、うんうん、俺も俺にとってイコライザーがそれだもんね、はいはいはい、歌村さんが絶対褒めるはずだって、泣く泣く落として泣く泣くはアンダーザスに入れたみたいな、ああ玉突き現象を持ってますね、あの陽子さん考えすぎですよそれちょっとひねりすぎですよそれまあでもそういうことありますよね、うんうん、まあだから割といいのが本当ガチャでね、うん、当たっちゃったというのはありますけども、うん、はい、じゃあそんなあたりじゃあセノチンさん、はい、セノチンさんね割とね、セノチンさんが褒めてってさ、俺らがなんだよとか言って、うん、そういう場面が結構しばしばあって、マレフィセント事件ですね、マレフィセント、いわゆるマレフィセント事件、マレフィセントはやっぱりやろうか、アンジーかっこよかったからね、まあまあ、ね、それは確かに、はいはい、さあどれもしょんぼりしちゃった、ごめんなさいお願いします、はい、じゃあベスト5、はい、5位ネブラスカ2つの心をつなぐ旅、4位そこの実にて光り輝く、うんうん、はい、3位ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、はい、2位西遊記、おお、いいですね、1位ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ああそうきた、まずこれ3位ここすごいですね、あのね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート要するに僕も3位、リスナー投票3位、ヨジさん3位、そして俺も3位映画4冠達成やばい3位に収まりやすい何かがあるんですかね、なんかね、
一応入れとかなきゃなって、やっぱ面白かったもんなこれな、3時間もある映画とは思えないぐらいあっという間だったもんね。なんかほら瀬野千さんのさ作品好み傾向として、あんまりやっぱネガティブなこと言ってるのとか嫌いじゃないですか、うん、だからこれなんかすごい不謹慎だしさ、どうしようもないクズの話だし、うん、なんか嫌そうな要素もあるんだけど、これは良かったんですか。うん、あの全く反省しない男っていうのがね、ああ痛快だなと思って見てて、だって最終的に原作者、うん、なんかのんきな役で出てきてますもんねセミナーの司会 司会者、うん、で本人があれびっくりしちゃった本当反省してない、いや反省してない顔してる原作者のこのここんな映画によく出るなんて本当ですよね。どういうシーンいくら使ったのかね、うん、お金あの人たちの想像もつかませんよね。使えないね。タイソンのあれも、まあ、タイソンのね、うん、あれも読んだけど、うんうん、あれに匹敵するとしてもタイソンの映画化しかないね、もう、うんうん、はい、まあ、ウルフオブじゃあ3位というのがありました。まあ、じゃあ下から順にじゃあネブラスカ、はい、あれ僕俺もやっぱりアレクサンダー・ペイン好きだから、うんうん、あのこれ外せないなと、うん、はい、もうそれこそね、あの現代アメリカ喜劇というかね、うん、喜劇ですよね、もうね、喜劇喜劇、うん、うん、コメディーっていうより喜劇感ってありますね。最後帽子がねやっぱりね、シューイズウィナー、プ、ね、ライズウィナー、あれしかない、あんなもののためにみたいな、うん、あ悪役賞としてはちょっと小物だけど、あのさ、あの街のボスっぽいあの、うん、お父さんのことすごいバカにしてるおじさんいるじゃないですか、一発殴られる、あい、あのクソ野郎は結構あれは悪役賞ですね、ネブラスカ、まあ素晴らしい、はい、そこの民定は、うん、やっぱり池脇千鶴にの太ももにやられましたね。そこですか。太ももですか。おっぱいではなく。おっぱいではなく太ももです。そう、太ももはどういう特徴が、痩せてるとは言えない。張ってるとも言えない。張りがあるわけでもない。ね、ただ。そこで聞くとひどいけど。応援したくなる。応援したくなる太もも。うん、蹴りたい背中に続く。応援したくなる太もも。ああ。でもまあ、その、ああいう太ももはどうやったら作れるんだろうな。知らない。知らないですその、しかもさ、しかもさ、池脇さん的にさ、ね、その、髪荒れてるとか、あの辺は役作りでできてるけど、うん、太ももは単にさ、いや、ちょっと、それは私も、それは年齢的にちょっと、あれなんですけど。すももですけど。すももで。不本意な可能性ありますよね。いつの間にああなったのかな。そこ、ね、素晴らしかったですよね。あと、過去にあった函館ロケ映画と全然違うロケだったっていう。あ、函館って、ああいう、森田監督のキッチンみたいな綺麗、うん、なね、無菌化されたとこじゃないんだって思ったから、北海道出身の人に函館ってああなのって言ったら、ああだって言ったら、やっぱダークサイド、うん、あ、よく知ってる函館が出てきたみたいな感じなんですかね。函館ってそういうとこあるけれども、あんまり取り上げられないねっていうのが、北海道の人はみんな、あ、まあ函館は北海道の端っこですけれども、うんうん、函館知ってる人はそうみたいですよ。原作者のさ、自殺しちゃった方の、はい、あれもなんかそのだから函館のそうだ、割とそういう描くから、なんかちょっとこう地元の人は、うん、ちょっとそれやめてくんないみたいな、聞いたことない気がするけど、ね、うんうん、まあでもそうですよね。はい。で3位がウルフ・オブ・ウォール。はい。で2位来ましたね。来ましたね。始まりの始まり。これはなかなかかぶんないですね。これは面白かったな。いや、面白かったんですけどね。ただ2位ってすごくないですか。いや、多分誰も2位に入れないだろうな。こういうあれだ、うん、いいですね。うん。いや、本当にね、やっぱり、チャウ・シンチェ、偉いよね。ああ。もう、やっぱり、その、きちんとしてるところはしてるよね。うん、うん。これ改めて思うとね、ホラーな入るじゃないですか。うん、で、最初に孫悟空があの風体でいるじゃないですか。うん、で、あのくだり、まあ、すごい好きなんだけど、うん、あのくだりって、その狭いホラー穴の中で、ずっとカメラがこっち側、要するにその、うん、本当にテレビのコントみたいな撮り方を延々してるじゃないですか。ずっと、要するに平板のある意味。はい、で、しかも、その、もうアドリブ任せみたいなことも散々やるし、本当の笑いみたいな。ゆるみたいな感じなの。まあそういうのも含めて、こう、ちょっと言って場所がねえんだよっていう。うん、そう。カメラが書いてある。あれ、本当、もうコント、もうテレビのコントじゃないですか。そういうのも含めて。うん。うん、いや、やっぱり、あれが孫悟空かと思った時は、ちょっと見ましたけど。要はさ、グロい、ひどいじゃないですか、結構。ひどい。もう、非道の限り。だって、今日挙げたどの映画よりも実は残虐ですよ、この。うん。そうですね。ゴア描写がありますからね。うん、いや、でも、発想がやっぱりすごい。どのあたりが発想で言うとよく驚いたアイデアとかは？戦車？
の動力不意語みたいな、そうそう、あれでかよみたいな、うん、なんかしかも一旦さこうボーンって当たっちゃってこうやって気絶して、うん、止まっちゃったふかってまたまたふわってさまた寄せばいいのにまた早送りとかにこうするから、駒落としっていうかあれがね、うん、あと最初のやっぱあの水星怪物の、はい、あのアクション、はいはいはい、やっぱ、ね、面白いよね、うん、ああいうのって、うん、飽きないし、うん、足していく足していく感じだね、足していく去年でいうと、まあ、ローンレンジャーのねクライマックス的なね、うん、ローンレンジャーはそこまで長かったからね、うん、あ、それを最初に見せてくれるから、最初に見せてくれるからねいやオープニングにもありますよローンレンジャー、人見せ、人見せれば、うん、やっぱいやいやいや、なるほどね、うん、まあでも楽しい映画でしたけど、いやでもさすごいですねこれね、ぶっこんできて、いや俺も本当続きが早く見たいんだけど、うん、続き見たい、でも見たい、俺なんかあの最優先孫悟空が、孫悟空がいい子になっちゃった時点でなんだよって、要するにもうジョーカーがいいとこになった、ピンクになったとこが見たくないじゃないですか、なんかいい子であるかどうか分かんない、分かんないですね、あ、まあ確かにね、うん、相当悪いままの孫悟空像って、たださハゲチャビンかあのドサルかしかいなかったのに、うん、なんかその中間の、うん、なんか、うん、なんかちょっとなんかさヒールなんかちょっとヒーロー前としてさ、うん、どっちかにしようじゃん、あのおっさんかさドサルかさ、あのおっさんで省略してその分しょうもないギャグをたくさん入れたかったんじゃないですかね、尺的には、はい、その旅してる時最後のこうさあこれから最勇気ですよってところのあれが、はい、なんかいかにも、うん、やっぱ孫悟空になってるんですよ、ちょっとなんか、うん、俺らが知ってる孫悟空になっちゃってて、はいはい、なんだよあの超猿うん、あのなんかね途中であの盗賊チームっていうかあのいたじゃないですか、あの、うん、女の子の、はいはいはい、スーチーの、はいはい、あれの男の子ちっちゃい子いたじゃないですか、うん、彼が中に入ってるらしいですよ猿バージョンは、あ、彼がすごい、そうなんですか、彼がすごい動ける子でっていうことらしいです、 あの猿はあの親父じゃないんだ、親父じゃないじゃん、すげえ小さいじゃんだって、うんうん、いやまあ小さいけど、うん、そうそうそう、だから、うん、そういうことらしいですよ、すげえ動ける子らしいです、的な、さあまあ1位ガーディアンズ、ガーディアンズこれはもうこれ言うともう太郎くんの劣化のことが怒るけど、怒りませんよ別に、スターウォーズより面白い出た怒るよ劣化のことが怒るは誇張も言うよ、スターウォーズエピソード4より面白い、言い過ぎでしょって言っただけです、スターウォーズは見るたびにだんだんテンションが下がっていきますね、そういうところはありますけどね、ルーカスは下手ですねやっぱり、わかりますよそれは、言わんとしてることはわかりますよそれは、うん、そうですか、スターウォーズ1作目は劇映画っていうも時代のアイコンみたいなところありますからね、うん確かに、うん、だあの時はやっぱ僕スターウォーズが何が一番偉いってそのデザインだと思うから、そうですその通り、うん、あの見た目のデザイン、はい、大人のデザイン、そう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 の数の豊富さと、まあ、その当時の新鮮さで、その当時の新鮮さも絶対に今は追体験できないから、ね、僕も含めて追体験もうできないから、思い出すことしかできないから、それはそういうとこを抜いてね、うん、どんどん抜いていくと、うん、あの何か下手な、うん、何か下手なものが残るみたいなのは、しかも下手なものをさ、あの慌ててなんかさ現代技術でさこうなんていうのごまかそうとした後のものを今見せられたりしてるから、うんうん、余計不細工なんですよね、うん、そうだね、なんかさあれが古い技術のまま見せられると、あこの時代のこれなんだってこっちもリテラシー調整しながら見るのに、うんうん、なんか現代技術を直すから、そうすると、うん、本当にもうね、そう俺たちが見たものと違うものが出てくるんだ、ね、アメリカンクラフティのオープニングもあったまきましたからね、あのすごく原色が綺麗な、うんうん、あのメルズなんでしたっけ、あのお店あのくすんだ空気が良かったのに綺麗になっちゃったの、すごくバリバリ綺麗なんですよ、人工的な色彩で直しちゃって、うん、いじる癖があるんだね、ルーカス、あるんですよ、ね、いい方向にならいいんですけどね、スターウォーズなんかもう何バージョン、しかもさその直した後何バージョン何とかとか記録しといてくれればいいのに、うんうん、直したのがこっそり直したりしてる、こっそりそのソフトごとに少しずつ変わってるから本当迷惑な上にどんどん悪くなってくっていう、うん、まあだから手放して正解だったんだとは思うんですけどね、うんうん、だから俺ね最初の VHS 絶対持ってたら手放さないでね、それはありますよね、うん、ただまあ今回のあのティーザー出たじゃないですか、スターウォーズのエピソード7のエイブラムス、はい、ちょっとねいただけない感じがね、ざわざわ見せますね、あれピクリとも立たない俺が悪いのかみたいな感じがちょっとありますけどね、うん、正直ね、まあそれはいいや、はいはい、まあ、ガーディアンズはもう本当に、はい、見てる間楽しいよねあれ、まあ、そうですね、スキー組がこうやって話してるとこういうことになるんだけど、あのピンとこない組がね結構いらっしゃいますよね、そうだね、うんうんうん、
まあしょうがないか。まあアライグマってああいう動物なんだよね本当に。え、ラクーンはどういうこと？だからあの檻に入ってると、うん、出してほしいよ出してほしいよっていう泣き方をするんだって。もうしょうがねえなって出すじゃん。うん、出したなとね。本当ですか？うん。要するに乱暴なんだけど、そう演技とかもしてる。演技もするの。騙す。あ、そうなんだ。うん、だ多分それ知ってて、アライグマにしたんだと思う。してるんですか、うん、じゃあラスカルもそういう性格なんだ。アライグマラスカル。本当ですね。そうそうそう。おー、イエーって、ああいう動物なんだ。いやいやいや、おー、イエーとは言わないと思うんですよ。ニュアンスのね。ニュアンスが。あれですかね。うん、ちなみにリスナーの投票の中で神奈川県の元気さんという方はですね、コメントで最高です、スターウォーズより楽しい、おっしゃってますね、うん、映画館で面白いと叫びそうになりました。怒らないよ、怒るわけがないです。スターウォーズより楽しい派がもう一票いたということですね。スターデストロイヤーにやられただけだと結論付けてます。最初のシーン相対的にスターウォーズの評価がいいだろうね、落とさなくて。ちなみにでもガーディアンズはそのまあアメリカ、こっちからもちろんアメリカ映画だとぶっちぎり の世界的には多分大ヒットなんですよ。まあそのあとロストあれかな、中国市場とか違うのかな、とかアメリカではもうぶっちぎりの大ヒット。だからまあ普通に、うん、普通に受けた映画ですっていう、うんうんうん、ことは。これも続き早く見たいよね。続き見たいですね。はい、ということですね。最勇気です。最勇気。アメリカも最勇気。違うか。いやもう三蔵がいないよね。うん、はい、じゃあこんな感じ？はい。あ、ちなみに他になんかあのこの48本以外でなんか突筆しておきたいことがあれば。なんだった、なんだろうな。結構見てるじゃないですか、いろいろ。そうね、あ、見てるね、うん、スピベット君とかね。あ、スピベットね、天才スピベット、うん、号泣っつって。号泣ですね。お、うん、なんとか言ってください。何かを言ってくださいよ、うん、いや、あの子少年が本当に可愛い。僕も見ました、あの 3D の使い方とかね、うん、すごい、うん、チャーミングで、うん、みたいな。そこにあるっていう使い方なの、動かない、飛んでこない、奥行きがそこに物があるっていう部屋とかね、ちょうど品とか、ムーンライズキングダムとかウェス・アンダーソンに近いような、うん、そのまあもともと10年もそうだけど、うん、なんかそういう箱庭的な可愛さというか、うん、もう感じましたけどね。だからムーンライズキングダムは家する話だからさ、うん、なんかそういう意味で、うん、はい、だから天才少年もまあいやそれいいね。はいはい、な感じですかね。じゃあ思い出したらはいはい、うん、お願いします、おじさんお願いしますね。うん、さあ続きまして、じゃあ、はい、じゃあ僕行きましょうか。はい、十分に酔ったんでしょうかね。そうですね、もうだいぶ酔ってきたんで、その酔いも任せて、酔いの勢いに任せていきましょうかね。僕ちょっと感想しきってないので、今年ちょっといくつか見逃してる。ちなみに何を見てるんですか？ね、結構多くて、最近なんかあれも見てない、これも見てない、そう忙しくなっちゃってね、なんか見れない。それ何かの自慢ですか、これは。いやでもね、前半も見れてない、うん、ドラッグを見てない、それから独占、はい、あとなんだっけ、なんだっけな、あ、髪の月もまだ見てないですね。あ、マジで、はい、あ、そう。6歳も見てないっていうのがあったの。6歳は見ました、うん、ウッジョブも見てない、ウッジョブ見てないです。あ、そう、ウッジョブ見てないですね。というふうにちょっとね、何本かこぼしがある中でのちょっとランキングになるんですけども。そうですか、いきますね。第5位ネブラスカ。お、同じですね、うん、ですね。さんと第4位叩かない叩かない、第4位イントゥザストーム。おお、そう来るか。うん、第3位6歳の僕が大人になるまで、うん、はい、第2位、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。お、ということは、うん、1位はイコライザー。出ました。いやー、ね、酒の力が必要ですよね。いや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 、ね、あの最高最高、古川さんはずっとイコライザ ー、イコライザー、俺イコライザー好きかも、俺イコライザー好きかもね。簡単に言ってきますね、ネブラスクはもう僕もプライズウィナー、あそこの帽子でもう完全に親指が立ちました、うん、もうあそこで累戦決壊でございます、まあ、ブルースダウンはほうけた顔してますけど、いや最高です。鼻毛が出すぎなんですよ、ね、耳毛も。あのチケット取られた後にさ、あの部屋でさ一人で電気カチャってつけたらさ、あの牛乳飲みながらすごいうつむいてるシーンがあるんですけど、あれとか本当に爆笑しましたけどね。あのいや、でも最高ですね。イントゥザストームは僕もともとその見せ物っぽい映画が好きなんですね。ディザスタームービーが基本的に好きなんです、うん、映画の多分教養がないせいか、なんか変な
いやいや、すごい映像を見せられたらそれだけちょっと記憶に残ってしまうので、そう満点だもんね。そうそうそう、僕も大好き。だからまずディザスター映画として期待する全てのものを見せてもらった上に、ちょっとそのジャンルムービーを超えるような瞬間をちょっと見せてもらった気がするんです。あ、人間関係とかそういうの辺のと、あとやっぱりそのある人物が最後に一瞬だけ見るあの光景、あの風景、あ、はい、あー、はい、ねえ、ちょっとライトスタッフにも通じるような、あ、そうです ね、 そうですね、はい、あれジャック映画が見た景色に、うん、ちょっとあそこの瞬間僕はディザス、あのいわゆるジャンルムービーをちょっと超えて何かにタッチしてるような瞬間を見せられた気がして、そうだよ、あ、これはいい映画だなと思いました。ノーラン的なアプローチだけがそういうんじゃないよ。そう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 、本当だよ、あそこ本当素晴らしいシーンだと思って、うん、本当記憶に残したい。これはね、最高ですよ。あそこ素晴らしいと思います、最高です。ということで4位だ、まあ、なかなかみんな入れないだろうなと思って、でも見ましたね、やっぱちゃんと同志がね、いましたよ、うん、そして、3位6歳の僕が大人になるまで、これ長すぎるとか話の推進力がないっていう話を言う人がいるそうですけども、なるほど、いやこれはとんでもないと、ほう、僕そのカットが変わるたびに、うん、あいつがどんな成長した姿に次はなっているのかっていうのが楽しみでしょうがない。推進力はもうそれそのものだと、うん、人間の多分最もスペクタクルな成長して変わるっていうのが推進力になってるので、うん、なるほど、退屈どころか、うん、ずっと見てたかった。確かにね、うん、次変わったらもうえっていう、あ、変わってる、うん、声低くなってる、ここまでなってるからもう次どうなっちゃうんだ、これそうそう、次薬中とかになってるのどうしようみたいな、ね、髪伸びてるとかって、やっぱほら悪い友達とちょっと付き合い始めてるんじゃないのあんたみたいなね、ありますからね。大スペクタクル映画です、だからこれに関して言うと、うん、これはやっぱ親御さんの視点というのもと、うん、まあ、でもそれなくても普通に、うん、これは人間の成長っていうのがそのまま映画になってるっていう。久しぶりにあの親戚の子に会ったらお前でかくなったなみたいな、そういうあれを ね3時間弱で見せてくれるんですから最高ですよ、これはもう。だからジェットコースターでね、本当にね、うん、そういう意味ではね、ビフォーシリーズを僕一番見るの好きなの冒頭なんですよ。あの二人がどうなってんのかな、こうなってましたっていうのがまず最初に来るから、そういう意味では今回のね、これカットタイミングミッドナイトもどんぐらがっしゃーんだよね、そういう楽しさはありますけど、これはもうそれをずっと映画の中でやり続けてくれてるんで、もう最高に次がどうなるんだろうっての楽しみな映画でしたね。なるほどなるほど、はい、で2位ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、これはもう言わずもがななんですけど、映画を見ながら年に1本か2年に1本かそのずっと見ながら、これは楽しい、いいぜおい、うん、いいぜおい、うん、って思いながら見る映画あるじゃないですか、あるよね、これが僕は今年の一本でした、これが、ね、もうこの、はい、もうあるよね、もういいぜおい、おいいいぜおい、もうこれおいこれ以上面白くするのかよ、いいぜおい、あるあるっていう、そう、え、もう出だしでこれじゃ俺どうなるのみたいな、もう何から何までいいぜおいが続いたって意味だもん。で僕久しぶりにちょっと2回見ちゃいましたこの映画は、はいはい、というのでまあ文句なく2位なんですが、それでイコライザーです。イコライザー来ました。イコライザーも僕見ながらいいぜおいいいぜおいって見てたんですけど、うんうん、ああいうそういうねバイオレントのバイオなんかアクション映画とかそういう好みの感じしないんですけど、うん、いやとにかくいいぜおいが続いた後にラストで僕でも心底びっくりしたんですよこの映画。どのラスト？イコライザーのラストの、イコライザーのラスト、要は1話でカンパケするっていうことですね。カンパケっていうのはつまりどういうことかっていうと、あー、そういうことね、そう、要はこれから、はいはい、普通のねこの手の映画だったらそのこれからあとまだ組織がでかい組織がある、うんうんうん、ぶつぶしに行くぞ、うん、ね、じゃーんで、うん、エンドロール、うん、じゃなくて、だ今の時代その敵役を作るのが難しいとか、うん、なかなかその敵をバカみたいな敵を出すのは勇気がいるみたいな話をされると思う、されるじゃないですか、よく敵役の作り方は難しいと、うん、でも僕はちょっとそうじゃないんじゃないかもって思ったのはこの映画で、敵を描くのが難しいというよりも敵をどうやって倒すか、どこまで完膚なきまでに巨悪をやっつけるかっていうのをちゃんと見せるのをみんな嫌がるし、ちゃんと成立させるのが難しいかって話なんじゃないかと思ったんですね。ああいうカルテルみたいなのがあったら、サボタージュだったらさ、うん、そのさ、実際に手を下した人を倒せれば留飲が下がるかっていうと、そういうことじゃないからねっていうのが難しい。悪の法則だと誰を、うん、倒していいか分かんない、倒していいか分かんない、分かんないけど、うん、だったらだったらっていうことで、だから普通の映画の法則で言ったら、例えば、まあ、倒しに行くところで終わるだろうなと思ったら、うん、あれ終わんない、続くんだ、あ、じゃあ乗り込んで退治するぐらいのところで匂わせて終わるのかな、あ、会話を始めるのですか、うん、って会話を始めて、あ、殺す、出ていく、カンパケしてあいつらも敵の隙全部ぶっ潰して終わるんだ、全部だもんね、全部っていう、あれが一番僕びっくりしたんですね、うん、下手などんでん返しよりはるかにどんでん返された気がします。 あいつ一人いたらね、メキシコ麻薬戦争終結でしょ、でしょ普通そんなの描かないですね、大の大人がそんな終わりやす方、だからまあ本当にラストもびっくりしたし、それはデンゼル扮するあの主人公が封印を解きましたっていうところが入って、うん、そうですね、で
封印は解いたまんまで一応終わってるので、うんうんうん、あ、続編あんのかななんていうことをみんなが思って、はい、そのようやく彼は生きるその、うん、なんていうか自分の存在理由を見つけたというようなことじゃないですか。最初で話してたあれとの対比で言うなら、それ、うんうん、開けてよかった蓋だったのかなみたいな。まあそうですね。でも彼はドサイコですからね、96時間化していくんじゃないかっていうね。96時間どころの騒ぎじゃないですよ。からね、だって96時間まだね、娘とかね、家族を人質取られるとお父さんおかしくなっちゃうよって話だけど、うん、別に関係なく普段家で本読んでるだけだからね。いやでも、ね、寝れねえなっつって前半も素晴らしい、その本読んでるシーンとか、あ、生活を丁寧にしてる描写っていうのは映画の中で描かれると、それだけでもうちょっと僕は5億点出てしまうので、うん、あそこすごくいいですよね。本当にいいですよね。ナイトフォーカスのね、あのダイナも素晴らしい しいですよね。美術も素晴らしいし、うん、DVD を買って何度も見返す映画になるかどうかは正直分かりません。イコライザー、そしてインクザストーン、これでしょ、これでしょ、皆さんラジオで全く通じないこと言ってますけど、これそっくり返ってそっくり返ってカメラがぐるんちょって回るあのシーン、ね、なんだそりゃバカバカしさしか伝わってこないみたいな、あの最高のシーンもありますけど、夜中にあやってるって見ると楽しいだね、うん、最高ですね。これそうですよ、うん、もうあの途中で、うん、あのさ東京12日あのテレビ塔のさ午後のロードショーでもいいけど、途中で見始めたら最後まで見ちゃう口ですよ、ね、そうですね、最高ですよね、うん、夜中に見たら僕とそのまま、そのまま家を出てどっか深夜営業してる店を探せでしょ、ね、そこでもうこう白芸とかこう呼び出してティーバッグをパチョーンと落としてね、いや最高でした、イコライザーということで今年のベスト映画はイコライザーでございました、はい、いやでも素晴らしいですね、いいですね、さあということで、はい、じゃあ入れ替わり、入れ替わり、じゃあ誰か、はい、いきますか。あ、そうですね、ゆうさん、じゃあちょっとね、あのお仕事も、じゃあ私あの、はい、サンデージャポンの方のスタジオに参ります、はい、ありがとうございました、あのぜひまたありがとうございました、来年もよろしくお願いします、はい、あのそんなにロジックとか僕から外すとかそういうのあんまり考えすぎないで大丈夫なんで、はい、はい、さあということで次はじゃあ誰がやってくるのかな、これはあっちから、さあね、お前行けよ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 、ね、しょうもないね、あ、ゆうじさんありがとうございました、ありがとうございました、失礼します。あ、スペシャルゲストが来るのかな、スペシャルゲスト、さあやってまいりまし ましたスペシャルゲスト皆さんご紹介いたしましょう、ライムスターマネージャー新井でございます、ご無沙汰してます、はい、なぜご無沙汰かといえばね、まあ産休というかね、まあ産休最中ですよね、だってね、はい、その際はあのなんか曲とかいろいろありがとうございました、スタジオ聞いてます、毎週しっかりお母さんになられて、しっかりお母さんになられて、うっかり母になりました、いやでも去年のこの時点では全くするね、あの我々は全く気配も感じてないので、私も去年のこの時点では予定してなかったです。ああ、なるほど。そして母になるという。そして母になりましたので ね、本当に。しかしやはりですね、そんな中からですね、新井さんからもう、逐次ですね、やっぱ最新韓国映画情報伝わってきてます。素晴らしい。どういうことになっているのかということをね、はいはいはい、伺いたいと思います。ねえ、なんかでもここで喋らせてもらうのがちょっと申し訳ないぐらいのランキングになってしまってはいるんですけれども。まあ、年間ね、あの150見てたけど、さすがに150はちょっともうきついんじゃないですか、今年は。そうですね、93。おいおいおい、めっちゃ見てる。見とる。全然いってる。産む前日まであの歌丸さんの奥さんと映画見たりしてましたね。ちなみにそれ何行ったんですか。それはちなみにあのコンユのあのサスペクト悲しき容疑者っていう あの北朝鮮物売り物なんですけども、新井さんはもうそれむちゃくちゃするわと思ってね、廃墟に悪いんじゃないかと思って、ね、いつ破水してもいいようにバスタオル2枚持って映画館に行きました。映画館の人もね、あなたはよくても映画館の人もびっくりするよ、であのバスタオルは必須で持って歩いておりました、はいはい、さあそんな新井さんの2014年ベスト10で10いくか、はい、はい、さらっといきます、はい、チング永遠の絆、これ韓国映画ですね、はい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 、っていう、まあ、あの、はい、ヤクザものがありました。10位です。9位、はい、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、おー、8位ドラッグ・ウォー独占、おー、7位グランド・ブラペスト・ホテル、おー、6位そこの身にて光り輝く、おー、5位サスペクト悲しき容疑者、これ韓国映画ですね、はいはい、4位がレッド・ファミリ おー、3位がウッジョブ・カムサリタ、来ましたね、2位が、これごめんなさい、日本で公開してないですけど、クッカジカンダ、映画の韓国で見た、日本で公開していない、クッカジカンダ、はい、歌丸さん見てますよね、あ、最後まで行く、はい、最後まで行く、あの僕がちょっと紹介しました、ソンギュさんが、あれは面白かったですね、本当なんで日本でやらないのかが、俺はなんでだろう ね、でもまだすごいヒットしたらしいですよ、うん、韓国でも、あ、そう、あと世界的にもね評価高かったんだよね、うん、あれに出た役者さんもなんか有名になって、あれから、あ、そうなんだ、はい、あ、どんな映画なんですか、
韓国、韓国、韓国、韓国映画。いやいや、あ、どういう犯罪ものとか。犯罪もの。ちょっと待って、これまだ2位だから。あとでちょっとまとめて。1位は、あの、新しき世界。出ました。おー、そうなんだ、やっぱ。すいません、あの映画のね、もうイントロからの衝撃のあの、ドグロさがもうたまらなく好きでね。これさ、新しき世界は、やっぱり、いや、面白い映画だったよ。素晴らしい映画だと思うけど、女の人好きだよね。いや、あれね、面白いですね、なんか。さっきね、あの、出かけにやっぱ奥さんに、その、まあ、新しき世界が今年の映画なんだったら、ぶっちぎりだと。したらやっぱね、女の人がやっぱあんま、すごい男だけで、やっぱ BL 的な男だけでキャッキャやってんのはいいんだみたいなこと言ってましたけどね。そういうとこやっぱありますね。ありますね。まあ、じゃあちょっと10位から伺っていきますかね。10位、チング A のキット。これまあチングもともとあったものの、うん、続編みたいな。続編なんだ。はい、なんですけど、まあヤクザ映画だから私が好きだったっていう、まあそんなに思い入れもなく、まあさらっと見れる。説明として、もう、ね、もうあれなんですよ、ダメなんですよ、こんなところで私も喋っていい。そうだ、奥さん、そうじゃなくて、あのちゃんと勉強ができてないと、もう潤声のもう母乳のことしか頭にないみたいな。当たり前ですから。じゃあチング続編ね、これチェック。はい、チング続編見てください。ウルフオブ好き。はい、ウルフオブ好きでした。まあスカッとしますよね、ああいうの見てると。あ、そうなんだ、痛快なんだね。痛快ですね、うん、あれは酔っ払って見て方が面白いですよね。最近ちょっとお酒なんかも飲めないと思います。本当ですよ、もう1年やめてますからね、うん、びっくりですよね。自分でもね、すごいことですよ。発泡酒片手にね、深夜のロードショー行ってた人がね。本当ですよね。しかもあの花より団子5回見てますからね。ね、発泡酒1本や2本じゃないですからね。本当にね。さあ、そしてドラッグウォー独占、はい、ジュニーと。これ入ってましたっけ。これベスト10に入ってないです ね、 ですよね。ちょっと ね、 あのね、公開時期が早かったのもあるけど。あ、確かに、うん、あとこう考えると今年その中国語映画がっていうんですか、うん、少なかったですよね、なんか。そうかな。まあ、ドラッグウォーとさ、ほら、あの、あれもあったじゃないですか、あの探偵、ゴッドアイじゃねえや、ジョニーともう一個、ゴッドアイか。ゴッドアイか。ゴッドアイ。うん、あれ今年でしたっけ？あれ今年だと思う。俺ドラッグボートセットでその週に見てるもん。あ、そっか。あれゴッドアイすごい面白かったよ。確か。うん、あ、そっか。うん。まあドラッグはどこがお気に入りで。まあなんかあの、ちょっと天然ボケな感じとかたまらなくて。天然ボケなんかそんな感じの映画だっけ？違いましたっけ？ものすごいバイオレントな話でしょ、だって。でもなんかあの潜入捜査ものだよね、これも。でも、ね、これもそうだ、私結局潜入捜査ものとヤクザものが好きなんだなって、もうこの何年かこの映画を見倒してきて、それだったら大体がクリアなんだなっていう、この単純な感じが分かってきたんですね。潜入捜査ものだってほらね、ある程度面白さ絶対担保されるもんね。さあ、そしてそんなね、待ってください、アジア映画。あ、ね、アジア映画専門家 で、ね、潜入者とヤクザ映画が好きって言ってる、ね、新井さんがグランドブダペストホテルと来た。宇多丸さんがおしゃれとカッパした、ね。そう、なんか私がね、こう、皆さん気づいてないと思いますけど、ウェス・アンダーソンはおしゃれ勇気がある、ね。勇気がおしゃされてます。ウェス・アンダーソン、それこそ私これしか見てないんじゃないかな。おお。でもこれがね、一番ね、入りやすいと思う。あ、そうですか。うん、なんか、なんていうんですか、バーってランキングの中に大人の喧嘩を入れたくなる感じというか、なんか、バーっと中に。なるほど、なるほど。わかりますこのふわっとした感じ。なんかわかりました。まあ、まあ、だからど素人にもおしゃれな映画がわかるんだぐらい、あの、わかりやすい映画だってことですよ。まあ、でもこれはあの、アメリカでもヒットしてますからね、実はね。普通にヒットしてるんです。素晴らしいと思います。いや、最高ですよ。うん。面白かったです。はい。そして、そこに見て光り輝く。これ、池脇千鶴さんと最高ですよね、あの感じ。雰囲気。はいはいはい。もう、それこそなんでヒットしたんですかね、これ、ね、あの、ヒットっていうか評判は。良かったってことか。うんで、多分、あの、評判も高まって、ソフトなんかも多分ね、うん、あれしたりする、ねうん。で、結構あれ、長く映画館でもやってましたよね。うん、そうだね。あの、シレマートとかでも、1日1回だけども、うん、結構ロングランショーとかも撮ってるし。うん、これはすごく面白かったです、ね。池脇千鶴ね、うん。僕、奥さんに横で見てても、出てきた人が100点っつって。話が早い。はい、サスペクト。これ、コンユさんが出てたら、最近はもう、間違い、あの、コンユさん、あれですよ、トガニの。ああ。俳優さんで、はいはいはい、どんな話のサスペクト容疑者、はい、まあ、あの潜入捜査もんですよ。これは潜入捜査って言わないのか、あの北朝鮮 の、 あの工作員か。ああ、なるほどなるほど。で、また、まあ、大体あるじゃないですか、工作員が入って裏切られて自分が追われるみたいな。あ、まあ、ベルリンファイル、ベルリンファイル方式っていうか、まあ、そういうのと、あとプラスその映画館でこれを見たのが最後だったっていうちょっと思い出の。ああ、なるほどね。大事ね。それは大事ですよ。っていう感じです。噛み締めますね、確かに、はい。で、レッドファミリーは。前からね、新井さん推しでしたね、レッドファミリー。はい。うん、面白かったよ。面白かったな、レッドファミリー。
本当ですか？面白かった、面白かった。なんか騒ぎすぎたかなと思ってちょっと。いやいや、面白かった、面白かった。うん。どう、でも そこまで押したいのは。まあ、なんですね。笑いあり涙ありが大事かなと思って。うん、あの、キム・ギドク本人のさ、作品がどんどんまたさ、うん、おかしなことになってる、いい意味でね。ああ、そうですね。メビウスだったりとか。割と普通に。いける感じね、そうですね、あのスタンダードなキム・ギドク集があるというか、うんうん、っていったところで、レビュースも ね、変な映画だからね、これね、だからレッドファミリーを押しといて、うん、俳優は俳優だを見ていない私がここで喋ってていいのかっていう問題もあるんですよ。そう、わかん、その葛藤は分からないです。俳優は俳優だ、俳優は俳優だっていうのが先月公開されていて、うん、キム・ギドクが脚本をやってる映画もあるんですよ、ね、映画は映画だに続いて、そうです、そうです、そうなんですよ。だからね、ちょっとここで喋ってるの申し訳ないんですけど、わかるよ、わかるよ、うん、申し訳ないんですけど、喋らせてっていうか、しゃ出たがりかな、喋りたいかな。お母さん日々大変だから、しょうがない。ガンガン出しちゃってくださいよ。すいません。さあ、そして3位、来た。これ、ウッジョブ、いいですよね。もう、旦那さんと見てゲラゲラ笑いましたね。やっぱあの、秀明ですか。秀明も、海猿からの山猿も最高です。もう、あの人以外に、いないですよね、あの、ハマり役。うん、ね。だってあの役でどんどん変わってっちゃったっていうかね、うん、伊藤さんキャスティングされてね。いや、素晴らしい。リアルジャイアンと言われてますからね。本当ですね。はい。はい。ウッジョブは、面白かった。面白かったです。うん、さあ、そして2位ですよ、問題の。クッカ時間だ。クッカ時間だ。最後まで行く。これあの、僕も、番組で何回かお話したけど、最後まで行くっていうのタイトル。いや、これね、そう、日本語にあえて訳すなら最後まで行く。行くとこまで行くみたいな、そんな感じかな。クッカ時間だは韓国語なんですけど、日本語だと。日本語タイトルはついてないですよ、だから、公開目処も立ってないし。うん、ああ、そうか。うん。まあ、大雑把にどんな映画か説明すると。もう私も、あれですよね、あの、もう、死体を盗むところのあの、ね、印象が強すぎて、刑事がいて、うん、でその人がまあ要はちょっとあるとある重大な、まあ、過失を犯してしまうんだね、うん、でその過失をごまかすために、まあ、そのさっき言った死体動きまでのすったもんだがあるんだけど、それをもとに、まあ、ゆすられるわけです、恐喝されるわけです、うん、でその恐喝しているもとも実はそう、悪い、なんだ、悪い、悪い。で、こいつが化け物みたいな悪いやつで、うん、で、こいつとなんとか対決しなきゃいけないっていう、ノワールなんだけど、ちょっとダークコメディっていうか。もう入っていて。なんか変な。そうなんですよ。だから日本語訳もつけてちゃんと見たいなっていうのもあったんですけど、うん、でも全然韓国語が分からなくても、まあまあ面白いのかなと思って。そうだね。俺もすごい面白かった。うん、あと、その、コメディのところの、あの韓国ならではのブラックジョークだったりとか、ね、あと最後の結構そのあ悪い人と戦うところとかも、うん、おーっていう、なんかもう面白いね、うん、ね、バイオなんかそのバイオレンスとか、あとまあそれこそ死体ギャグとか、やっぱね、その韓国の映画のそのコメディセンスのブラックさっていうのが、あ、はいはいはい、歌さんおっしゃってましたね、ちょっとぶっちぎりだと思います、今世界的に見てこれをギャグにしてるっていうのはちょっとどうかして、褒めてんだけど、どうかしてるよっていう。だから逆にそれが韓国の映画館で見た方のが面白かったのかもしれないですよね。周りの笑う、ざわついてる感じとかが、え、マジでみたいな。あとやっぱその、ハラハラするとかも当然あるんだけど、うん、とかびっくりするところで、やっぱね、あの反応がすごいビビッドで、ほ、うん、ーみたいな。あへすごい。あと噂のあれです。エンドロール途中で、エンドロールになった瞬間に劇場が明るくなって、みんなドヤドヤ帰っても。あ、向こうの国柄というか、そういう。っていうのを見ましたね。これやんないか。本当にね、ソフトもまだされてないんですか、ソフトか。見てないですね。せめてビデオスルーでね。うん、確かに。蔦屋さん限定レンタルとかね、うんうんうん、したくれたらいい。そこまで言われると見たいな。さあ、そして1位です。新しき世界。はい。これはもう、あの、出だしのもう数十秒からもうの気持ち悪さとかもたまらないですよね。出だしどんなんだっけ、あの、裏切った人をボコボコにする、うんうん、だから顔がボコボコのところから始まるんですよ、うんうん、でそこからもうドラム缶のセメントとかいろんなことがあって、うん、あのセメントでさ埋めるのあったけど、セメント飲ますは初めて見たよっていうね。あれは初めて見ました。こんなやり方もあるんだっていうのは思いましたよね。いわゆるそのボーイズラブ的に、やっぱあのさ、あのちゃんちょんとさ、あ、そうそう、中国の ね中華系のあの二人のさ、うん、まあボーイズラブというか秘伝ですよ、秘伝、うんうん、その感じはどうですか、そういうボーイズラブ感もある、うん、あれもたまらないですよね。特にやっぱね、ちゃんちょんが好きだって言ってました、うちの奥さんも。あの人も確かあそこからまたすごい人気になってね。あ、そうなんだ。もともとね、だってあの人、監督のさ、あの、監督のじゃない、いろいろ出てる人じゃない、そうそう、だちょい役とか、うん、あの人にスポットが当たる、あ、でも、ドラマとかも出てたかな。でもあそこからちゃんちょんファンっていうのがすごい増えたみたいですけどね。あ、そうですか。うん、
ですね。で、ちょっとこんなので喋っていて申し訳ないんですけど、はい、これから公開の私のおすすめ2本。出ました。